きチャンネル。こんにちは。さあやってまいりました。はい、1年で一番うちのスタッフが力を入れて取り組む、はい、12球団このチームはこの選手を取り企画。ドラフト前にね、やっぱこのね、ドラフト通信も見てきましたけども、やっぱりオリックス、阪神、やっぱ優勝してるチームは、ドラフト戦略で勝ち切ってるんでね、やっぱこのドラフトを制するものが、チームの優勝を制すると言っても過言じゃない、このドラフト、どういうふうにポジション、選手を取っていくかっていうところをね、みんなで考えようっていうところで、うちのアマチュア班担当の先生が、一番力を入れて、全勢力をかけてアマチュアの情報を仕入れてきてるんで、これだからプロ目線、ファン目線でアマチュア担当、もう三位一体完璧だね。そうですね。結構まあ佐藤さんがこういう選手を取った方がいいよっていうところで私たちおすすめを言うじゃないですか。ここ3年ぐらいずっとこの企画やってきて、比較的当たったりしてるんですよね。しかも佐々木情報によると関係者の人も見てるらしい。あ、そうなんですか。もう参考にしてもらいたいよね。なんでスカウトに呼ばれないですか？球団のスカウト。それやっぱりね、一つだけ問題点あるね。夏場ぐらいにやっぱ絶対優勝としてのキーポイントになるっていう、やっぱ育成選手の名前、佐伯君だったかな、あげたけど、まあそのね、1年目じゃなかったじゃん。ここから対戦する可能性は十分あるけども、そういったちょっと市場を挟むか、市場を挟むのよ。そうですね。一番いらんも挟んじゃった。市場を挟んだらダメだよ。まあドラフトスカウト市場挟んでるやつがいたらもうそれをやめさせた方がいいね。これとかね。なので今年はもういろんな選手ピックアップして見てきたんですけど、僕本当にいいと思った選手しか言わんとこうと思うんですよ。え、じゃあ去年まではそんなにいいと思ってなかったけど言ってた。まあ入れてあげたらいいんちゃうかな。誰目線やね。誰目線やね。まあ人が選択終了の前に取ったらもしかしたら負けるよっていうのを。まあ入れてました。大穴枠ね。でも大穴枠も必要だからね。私結構、私はもう応援枠なんですよ。地元静岡、あと第二の故郷仙台とか愛媛とか、そういうところのこう、あ、この人結構いいと思うからドラフトどうですかっていうところなんで。これあとね、視聴者の皆さんと全員で考えていこうっていうね。そうですね。ところなんで。いや結構でも私いい線いってたりするんだよな去年。なかなかこういう名鑑とかに上がってなかった今。ソフトバンクの育美選手とか、そういうところを言ってったらね、今こう出てきたりとか、DNA の池谷投手、高田投手ってまだ出てきてないけど、2人ともね DNA にって言ったら DNA 行ったし、まあなんといってもいい日にくんね。いやそうだ去年ね。当ててるからね。今年も当てていきたいね。いやね、でも本当関西の方からね、僕挙げた木村君の名前見たらやっぱ奈良大関係からね、ありがとうございますって。連絡あったんですよ。いや私見てくれてるんやと思って。いや私も結構ねインスタの DM とかに名前あげてくれてありがとうございますとか。裏金もらってあげてるとかないよな。裏金もらってあげてるとか。報告でね。それ違うよ。それはしてない。そういうことしてないです。それはしてないです。そういうことしてない。大丈夫。いや私はもうただ SNS で私が言った選手フォローしてくれたりとかそういうレベル。まあということでね、今日から12回にわたって各球団やっています。まずはね、今日はサムネにもある通り中日ドラゴンズです。サムネ今年もサムネ出す感じなのかな、どこかわからん感じであんの。あ、どうします。まあそれはわかんないね。それは今後検討だね。まあ今日は中日ってことで、まずはねドラフト大事ですよ。最下位わかんないけど、まだ今現状最下位ドラゴンズ、再建に至ってはやっぱりちょっとドラフトからやり直さないとやっぱ強くなんだよこのチームね。そういったところでね、過去の動画でも振り返りましたけど、今年1年間ドラゴンズを見てきてチーム状況からするとね、投手陣は頑張ってる、でも打てない、でも打つ選手がいる、つながらない、これはベンチワークが悪いのか選手が悪いのかっていう問題になるけどもね、やっぱドラゴンズのね補強ポイントはね野手やな、完全に。2年前のブライト鵜飼、まあ今、試合出てるけどね、まあ期待されてるほどの結果が出てない、で内野の福永、村松で怪我したけど田中っていうところもやっぱ1年間通しては結果出せれない、ここからと信じたいけれどもまだまだってなった時に、やっぱり投手っていうよりもやっぱ1位は野手やろ、ここは。ここでピッチャーいるかっていうね。これ先生も言ってるんですけど、今年の傾向的にものすごくドラフト候補ってピッチャーが多いらしいんですよ。そうなんですよ。で、野手でドラフト候補の一番のこの人がもう売りだっていう野手って少ないんですよね。少ないです。だから野手だよ。あ、だからもう1位でそこに行っちゃう。だって俺はもう毎年言ってるけど、ピッチャーなんて毎年出てくるんだから、いいやつ。そうですね、正直ね、別に今年じゃなくても来年、来年でなくても再来年、毎年ピッチャーのすごいって言われてるやつは絶対出てくるわけよ。それでましてやピッチャーの数がめっちゃ多いんだったら、わざわざ1位でいなくても多いんだったら余ってるから3位とかでもいけんじゃんっていう。確かにそうですね。多いからって言って野手が少ないからってピッチャー行くって、それはもう野手が足りないのにピッチャー行ってたらそれはちょっとどうなんて思うけどね。でもまあ100歩譲って今年も内野と1位とかで取ったらもうやばいのよ。それはもう去年のドラフト大失敗しましたって言ってるようなもん、自分たちで。ここはもう村松、田中、福永をどうにか育てなきゃいけないよね。あとカリステが終盤良くなってきたから、多分このまま来年もショートカリステで行く可能性も十分考えれるってなったら、セカンドを田中、村松、福永、龍空、ここら辺で争っていく感じになる可能性もあるから。でサード石川、ファースト新外国人かねっていうところもあるけども、ただ外野が岡林確定で、大島ももう2000本打ちました、まだいけるけど全試合出る感じじゃなくなってくると思うんだよね、年間投手ではないってなったら。でブライト、鵜飼、ここを信じるのか、もう方向転換するのかの問題だけども、もう俺の独断と偏見で方向転換します。ここはもうあれですか、1位外野手いきます。いきます。ここはもう1位外野や。もうドラフト1位は。で佐々木、もうおすすめの選手いくわ。誰ですか誰ですか。まず俺ね。中日ドラゴンズ第1回選択希望選手真鍋圭太。おお、広陵高校。高卒でいきますか。高卒です。でしかもまあね、ブライト、鵜飼の保険もかけてるわけ。あいつは大卒。で来年3年目、もうそろそろ頑張れよとね。だから同じ大卒とかいたら高校生真鍋君。でまあ内野なんだけど広陵のボンズって言われてるんだよ。内野だけどまあうまくいけばね、もしファーストサードビシエドとか入ってきたらファーストサード石川コンバートっていうところもあるし、この真鍋君を外野にコンバートっていうところも十分あると思うんだよね。まあこの大砲っていうところ推しで、そうそうそう、大砲っていうところとまあ野手っていうね、やっぱ打たなきゃいけないっていうところと、まあこの真鍋選手かなりの大柄ですよね。189センチ、89キロ、高校通算60本。俺はもういいと思うんだよね。しかもこうね、外野にそういうタイプいないんだよね。川越、加藤翔平、後藤俊太いないじゃん。いないですね。っていうところで里崎的にはドラゴンズ1位は真鍋選手を推したいなっていうところがあるんですけども、まあ外野手というね、外野ができる人、外野もいけるし、まあ内野もいけるけど、まあ長距離砲でやっぱ未来を託すっていうところでやっぱ野手がいるんで、まあ内野から外野のコンバートはできるんでね、外野から内野ってなかなか難しいですけど、うまく内野でね、はまればはまればでいいし、誰か周りをコンバートすればいいし、本人が外野っていうところ、福留のこともあるからねっていうところもあるんでね、そういったところでは真鍋選手面白いんちゃうかなと思いますけども、先生的にはアマチュア担当どうですか、ドラゴンズ片岡さんも2軍に行ってますけども、野手でいいですか。野手でいいんじゃないですか。これでも2位も早めに取れますもんね。そうそう、2位も早めに取れる。あ、そっか。そうですね。でもピッチャーはさ、だって先発大野でしょ、まあ怪我から復帰して、で柳でしょ、小笠原でしょ、で中地君も多分来年来ると思うんだよね。梅津も復活してくる可能性もあるし、で高橋宏斗でしょ、そこそこいるやんな、その頭数は。でそこに松葉とか涌井とかでリリーフも揃ってきているやんなって考えたら、そんなの一番ピッチャーいるかっていうところはあると思うんだけどね。ピッチャー数はいるチームですもんね。だから FA とかで流出しない限りは全然問題ないと思うから。いや野手いいの入れますか。野手ね、もう2人いるんですよ、今おすすめしたいとか。これもね、監督の好みになるかもしれないですけど、まあ1人目がね、もう噂されてるこの渡辺選手、エネオスの外野ね、外野手で、自分本人の中にセカンドにも挑戦したりしてるんですよ、練習でね。なのでプロを見据えてっていうことで、もう内野、それから外野も両方で守る。大学生枠っていうところで上田久斗君っていうのがいるんですよ、明治大学。先日行われました高校代表と大学代表の壮行試合でもライトにホームランっていうところと、出身が愛知なんですよ。おお、いいじゃんいいじゃん。はい、この2名のどちらかではないかながいいかなと思う。上田あるな、愛知やもんな。愛知なんですよ。1位。スケール感的には上田君だな。ドラゴンズ1位。出ますか。だって結構だってドラゴンズって全選手見ても30、40%東海地区出身だからね。愛知、三重、岐阜っていうところが多いから。でさらにですよ、村松海斗、明治の先輩。あ、そうね。明治めちゃめちゃ多いよね。多いですよ。上田やな。1位これやな、あるな。あるでしょ。両方取られへん。真鍋君と。2位でありますね。折り返してすぐ真鍋君取ってるの。余ってる。余ってる可能性もあるよな。なんですよ。ある絶対。ピッチャーもでもすごいいいって言われてる人いっぱいいるから、そっち行く球団もあるじゃないですか。そうなん。でも広島が真鍋君かもかも。あ、まあ広陵だから。広陵だから。しかもサードファースト外国人やしな。広島は。でも多分上田君は一巡目で消えそうな感じがありますね。消えると思います。消えるの？消えると思います、本当に。こんな大学のバッターだったら僕はナンバーワンだと思ってます。今年野手が少ないっていうところでも多分大学野球界ではトップですよね。でも黒瀬君、広瀬。この慶応の広瀬君は萩尾君も騒がれて巨人に入って苦労したんじゃないですか。でまあ僕の知ってる岩見君も楽天にいて苦労したんで、右の長距離砲の慶応はちょっとこれ苦労しがちかなっていう印象なので1位では取りにくかったです。他あんの？もう一人いるの？そのこれはもう考え方で立浪さんが渡来君でも入れて、大島選手をもう2戦もいったんで、カップみたいな感じで代打みたいなのを考えるとバンテリー広いんで渡来君の守備力かなとか思ったりもするんですけど、これはもう佐々木さん聞きたかったです。でも上田、渡来、広瀬、真鍋誰かは2人いけんちゃう。いける可能性高いですな。しかも上は早いしな、2巡目が。であとはまあ抑えとしては俺は高校生のピッチャーいると思うんだよ。高校生のピッチャーですか。若いピッチャーがいないんだよ。その次出てくるって言った時に若いのってなかなかいなくなるじゃん。だから梅津とか中地とか大卒でとかってくるんじゃん。で森とかもそうじゃん。この高卒で次を担うピッチャーってそのエースクラスになるところって一人もいなくない？ドラゴンズってちょっとどっちかというと中堅どころが多くなってきてるじゃん。だから未来に向けては高卒のピッチャーっていうのもやっぱ抑えで、俺はだからね1位に野手、3位に高校生のピッチャーを俺は取った方がいいんちゃうかなって思ってるんだよね、正直。どういないの高校生アマチュア担当としては。いやいいのいいの、3巡目ぐらいでいいの。また言われそうでね、そんなもん3位まで残ってへんわって。いやそれは分からんよ、それは分からんじゃんね。なので全員のもじゃあおすすめします。去年広島だって川野君だって1位かって言われてたらね、ちょっと下の方だったし全然ありますよね。そうなるとこれね、滝川第二高校の酒井君っていうのがこれが大変ですよ。これ右投手ではナンバーワンじゃないかって言われてる186センチのピッチャーなんですけど、僕も大好きで高校の試合の時からずっと見てきたんですけど、この子なんでやっぱり投げすぎてないんですよ。でまあ高校生でよくあるのはこう投げすぎてる、アマチュアの時に投げさされすぎて、まあ、そこから苦しむっていうこともいいんですけど、今回やっぱ中学校の時、高校に入って本格的にピッチャーに専念した子で、ストレートも非常に速くて、男性、カッパもあるんですよ。186センチ、81キロ。はい。これじゃあドラゴンズ3位おすすめしていい？競泳の討伐選手。地元です。残ってるね。サワンでちょっとコントロールに苦しんでたんですよ。150キロ超えのまっすぐ、地元だしか、それかまあ地元枠としてはそこなんだけど、もう一人で言えば専大松戸の平野君3位、それから幕張総合早坂君と、ああこの子いいですね。育英にもいますよ、3人も。仙台育英ね、はい、高橋、湯田に立って、甲子園大活躍の、でもどっちかっていうと、俺、先発欲しいんだよね、先発、やっぱ高校生、いないから、次を、だから高橋宏斗の次を担っていく先発、野手、高卒か、うん、野手高卒野手のピッチャー、うん、やっぱじゃあ酒井君じゃないですか、萩和大のここで言っていいから、うん、日本ハムが狙ってるっていう噂なんです。聞いてるんですよ。あ、そうなんだ。で、僕の関西の知り合いにその試合ちょっと動画撮って行ってくるって言ってたんですよ、その後。でも日本ハムもね、早いからね、早いんですウェーバーがね、稲葉さんが見に来てたっていう情報掴んでるんで、ひょっとしたらひょっとする、ある人に言うと1位でも消える可能性あるって言われて。へえ、まあそれぐらいいいんだ。それぐらいです、将来性って部分で。じゃあ佐藤さん、野手、まあ、高卒ピッチャー、野手3位ぐらいまでそこまでいって、その下どうなるんですか。その下はキャッチャーはもう大丈夫ですか。キャッチャーはね、1人は絶対取るから間違いなく取ります。これだって大野が引退してるから、ただでさえ中日ってキャッチャーの数が少ないから、大野が引退することによってキャッチャーの数が6になったから、6じゃ回せないから必ずキャッチャーは取るけど、多分下位だな、下位で多分5位ぐらいか、4位とか5位で、大卒高卒でも何卒でも、だって余ってるやつで取るしかないから、それまでにいなくなってる可能性もあるから、キャッチャーは1人は絶対取らなきゃいけないから、それを何巡目で取るかだね。だからもし1位2位3位が思い通りいったら4巡目でもいいし、そこが思い通りいかなかったら5巡目でもいいけども、キャッチャーは必ず1人は取らなきゃいけない。じゃあ私おすすめのキャッチャーいるんですけど。いるの？いるんですよ。まあ中日、東海地方、静岡から鈴木京君、常葉菊川高校で右左右打ちで181センチ79キロという、でもめっちゃ強肩らしいんですよ。で二塁送球が 1.8 秒ぐらい、結構もうスカウトも見に来てるらしくて、肩も強くて球を取ってからの速さもあるし、将来的にもう正捕手としての要素をいくつも持ってるっていうふうにスカウトが結構評価してるらしくて、そっちもいいらしいですよ。はい。でも一番の武器っていうのはやっぱり今のところは強肩らしいです。俺打つやつ以外評価しないからね。まあそれって後からついてくるもんじゃないですか。ダメ？高校生の静岡にね。え、もう一人？僕そっちからと思ったんです。もう一人いるんですよ、静岡に。いるんですよ。いるんですよ。いいの？じゃあそっちの方がいいじゃん。これ打てるんですよ。これ理由もちゃんとあるんです。なんでドラゴンズの方がいいかっていう理由もあるんです。あ、そうなんだ。中村典さんがドラゴンズに行く前そこでコーチしてたんですよ。そうなの？そうです。だからそこで打撃がこういろいろ実って球圧改正感でコーチしてて、それ甲子園出場して甲子園でホームラン打ったキャッチャーなんですよ。日本代表なんですよ。誰？新妻君っていう。じゃあそっちの方がいいじゃん。え、そっちの方がいいですか？なんか甲子園のそれまでは全然評価あんまりされてなかったらしいんですけど、甲子園で逆転ツーラン打って評価がこううなぎ登りで、その言えばその報徳の堀君って高校ナンバーワンキャッチャーって言われてるんですけど、はい。でも鈴木京君は堀君よりもいいっていうスカウトの人もいるんですよ。でもこの新妻君は今どんどん上がってきて、それよりもいいんじゃないかっていう評価にもなってるらしいんですよ。打つ方がいいよね。打つ方で、これはもうやっぱりよく甲子園で評価を上げる方です。だからどっちかでいいんじゃない？余ってない可能性あるからね。そうですね。じゃあ新妻君か鈴木京君取ってほしいですね。じゃあその2人だね。いや、そう、京君か新妻君取ってほしいですね。だから1位から3位までが野手2人とピッチャーだね、高卒で。まあ4位か5位でキャッチャーはまあ1人いないからね、数を確保して試合を回すためには1人は必ず取らなきゃいけないっていうところと、まあ抑えでもう1人ぐらいピッチャー取っとくか、下でな。1位から3位まで野手ピッチャーか野手ピッチャー野手で、ピッチャーは高校生で、4位か5位でキャッチャーで、その4位か5位どっちかで、まあ、ピッチャーと、まあ、もう1人取れたら6位ぐらいで、余ってたら野手かな。だってピッチャーそんないらんやろ。まあいますからね、正直。立浪さんも来年3年目やろ、もうどうにかちょっと形見せなきゃいけないやろ、ってなった時に、そんな高校生とかそんなピッチャーそこまで補強しなくても、野手の爆発力の方が欲しいやろ。まあそうですね、打てる人欲しいですよね。って言ったところでは、まあそんな感じかな、ドラゴンズはね。まあ俺はもうだから1位は上田君。変わってる。あ、いや俺は真鍋君の方がいいと思うけども、地理性を考えるとまあ上田君の方が硬そうやなっていう。真鍋君、上田君を1位2位で取るっていうのが競合する場合ありますからね。競合して外れる場合もありますから。あと渡来君もいいんですよね。でピッチャーね、でキャッチャーはその2人のどっちかしっかり取ってっていうのが佐々木の中日ドラフト戦略ですけども、皆さんはねどう思いますか。さあドラフト戦略、今日は日本ハム編ということでね、今現状6位です。まあね、5位になるかもわからないですけど、西武に3連敗して、まあ、これは多分まあほぼ6位で決定でしょうというところで、はい、新庄監督が多分来年もやりそうなんで、3年目、優勝以外一緒やって言って、6位ですから、まあ、2位も6位も一緒なんでね、結局優勝じゃなかったからダメっていうところですけども、まあ今年のドラフト戦略、まあ、その前に日本ハムはですね、ちょっと出ていく可能性があるんで、噂はね、ポスティングでメジャー挑戦、ひょっとしたらいなくなる可能性もあるし、あと FA で加藤、ひょっとしたらあの球団に FA 移籍するんじゃないのかっていう噂もある。もうあるんですね、噂。俺の小耳に入ってる情報によると、ひょっとしたらですけどね、ひょっとしたら FA する可能性もなくはないっていうところであるんだけども、まあ今年のドラフト戦略上でいうと、もう日本ハムはもうここしかないと、さすがに3年目も最下位だと、さすがの新庄さんもやっぱ苦しいと思うね、やっぱり続けていくには。そのために、まあ正直、どこも足りないんだけどね、レギュラー、万波、松本、アリエル・マルティネス、清宮のサードもな、無理やろ、どうなん？ちょっと表現悪いけど、よっぽど練習しないとドタバタしてるし、ちょっと下手すぎるよな。正直もうとっくの昔に多分表面上は優勝を狙ってるけど、もう諦めてたと思うんだよね。正直来年に向けてもあるから我慢して多分サードを使ってるっていうところもあるけど、あれ相当練習しないと、出場試合数との割にエラーが多すぎるから、正直サードでのあれはきついよな、正直。もう思い切ってアリエル・マルティネスサード練習させた方がいいんちゃうかって思うぐらいの、キャッチャーやからスローイングはいいやろっていうとこもあるから、二遊間とセンター決まってへんもんな。結局は奈良間、加藤、上川畑、水野とかね、山田ね、であと野村、結局だから全ポジションいいんだよね、正直。だから本当はもういいの取った方がいいんじゃないのかと思うけども、噂は加藤が抜けるかもしれないって考えると、やっぱりもう1巡目は即戦力ピッチャーやな。さすがに来年も6位はきついからな、もしくは B クラス、最低でも3位とかに、もしくはもう最悪4位でも、いやあと 0.5 ゲーム差、1ゲーム差で今年の楽天みたいに、いやギリギリ最後まで争ってっていうんだったら分かるけども、まあ、なかなかきついなっていうことを考えると、即戦力ピッチャーやな。だから俺決めた、即戦このピッチャー、いいですか、第1回選択希望選手前田悠伍、高卒でいきますか。いきます。高卒でいきそうな気がする。まあ大卒社会人っていうのも考えたけども、まあ昨年矢澤を1位でいってる、まあ野手とピッチャーで使うのかまあ分かんないけども、将来性も見込んで今年の高校生ドラフト、多分ナンバーワントップクラスの評価であろう、この大阪桐蔭の前田投手、1位どうですかっていうのがさつなき的機構です。じゃあ先に、じゃあ袴田君いるんですもんね。いやもう私はもうゴリ押しですよ。もういやもうこれどっちでも正直いいんですよ。いやだからどっちかすか。じゃあもうドラフト1位は青学の常広君ですよ。常広君でいいですか、島村君じゃなくても。いやもうこれあのね、もともとはもう断然常広君って言われてたんですよ、の方が圧倒的上って言われてたけど、島村君もどんどん評価上げてる感じで、あの日米野球で MVP 取ってるんですよね。いやいいんですよ島村君も、青学でこんなに今いい選手がいるんで、でも常広君で。常広君で。はい。じゃあ先生はどう？ピッチャーがいいと思うね俺は。いやもうね、1位2位で連続ピッチャーいくぐらいでもいいと思う。そうやな、もうそれぐらいでもいいぐらいです。1位おすすめあるの？即戦力だ。即戦力前田君も本当にいいんですよ。もう佐々木さんがおっしゃった2種類のチェンジアップだけで今年アンダー18優勝に導いてるエースですから、これ確かに1位だと思うんですよ。そこにぐらい待って入るのが僕で、東洋大学の細野君っていうピッチャーです。サウスポー、このサウスポースケール的にもバンバンいけるような、ザ・パ・リーグみたいなピッチャーなんですけど、先日のこうアンダー18との大学代表との走行試合で158東京ドームで出したんですよ。なので、この完成度といい、すぐ使いたい、変にね変化球でどうとかじゃないんですよ、ストレートでバンバンいけるタイプのピッチャー、これ右の常広、左の細野って感じだな。はい、これ消えんの？両方とも1位で。全然消えん。多分2人とも消えん。100%消えます。じゃあもう2巡目上は1番手でもう残ってないってこと？残ってないですね。うん。じゃあ勝負やな、全員で。俺は前田君で。いや常広君は私でも競合すると見せかけてしないパターンもあるもんね。細野君はね、常広君はね、俺前田君はね、これ日本ハム。はい。でも絶対ピッチャー即戦力いった方がいいと思うんだよね。そうだから1位2位ピッチャーだね。絶対的に。じゃあ2位候補決めようよ。僕2位推すなんですよ。誰？ピッチャーね。僕社会人でナンバーワンピッチャーと思ってるんです。社会人です。バイタルネットの江村君っていう子がいます。この左目150キロぐらいやっぱりコンスタントに出る。で完成度も高くて、あの ENEOS 打線もピッチャーをされてたんですよ。はい。で高校の時もそんなにずっと投げてるようなピッチャーじゃなくて、伸びしろとか、ちょっとスリークハンド気味で投げるピッチャーなんですけど、このピッチャー面白いよ。これ2枠あんだけどいい。上田大河。ああ、上田君ね。大阪商業大学。大商大。大商大の。どう？2あるよな。これね、タイプが分かれですね。あのね、右の剛腕なんです。で、体もちょっと大きめのピッチャーなんで、そういうピッチャータイプが好きな球団であったら取りに行くんじゃないか。だからうまくはまればまあリリーフでもいいから。まあだって日本も後ろもいるからね。欲しいから守護神が勝ちにまだ決まってるわけでもないし、だからまあどっちでもいけるっていうところで上田君1位に、だからもう前田君と中継ぎリリーフ専門だったら大勢2世をちょっと探していたんですよ。お誰？大勢2世。抑え候補もやっぱり欲しいですか？基本先発がいいけど、でだってもう田中正義ね。あまあそうですね。ジャスティスが今抑えでいて、今まあ石川とかロドリゲスとかも出てきてるけど、まあ中継ぎもそんな熱いわけじゃないからね、正直後ろはしっかりしてきたんだけども、でも金村がね来年怪我から復帰してまあ帰ってくるっていう見込みもあるし、達もそろそろね出てきてくれなきゃ困るっていうところもあるから、まああと池田とかね、あそうですね、あと北山ね、ああ光るものあったけどね、山本もリリーフいるから、リリーフいないよりいた方がいいけど、欲しいのは噂はもしくは加藤が両方いなくなった時にやっぱ前埋めなきゃいけないから、どっちかっていうと前できた方がいいけども、できなきゃ後ろでもいいけどっていう感じだよね。じゃあ下位でまたこう余ってたらいいピッチャー取れたらいいなぐらいなんですかね。リリーフとかもできるような。でももう頭取ったら下野手でいいよ、ほんと野手もいるからね、全体的には正直。じゃあ前田君、常広君、細野君1位2位で即戦力ピッチャーバンバン取れたらもうそれはもうその時点で大成功やけどな。であとはやっぱここじゃない、北海道だからこのセーサーの同等大学滝田君ね、もうピッチャーもいい、スケールでかいですからね、サウスポー地元枠としてね。そうですか、右の大砲欲しくないですか？それも欲しいよ。長を新庄さんに預けたい選手がいます。誰？伊勢のラオウって言われてるんですよ。村田レオン君っていう子がいるんですね。この子は僕飛距離だけだったらプロでもトップクラスいけるんじゃないかってぐらい飛ぶんですよ。村田レオン君ね。村田レオン君、これ196センチ、111キロなんです。大型、超大型。あと問題だけは当たるか当たらないかなんですよ。本人も言ってるんですよ。あとミート力をつけたい。それもそれ言っていい、全員だから全員それはこのレオン君そうパンチ力系だったら俺も推す選手いるんだけど、今ちょっとレオン君の動画見てますよ。レオン君本当に良しと思います。高野颯太島根三東親高校、いいですね、高校生ね、内野も外野もできてパンチ力あるよ、でかいし、しかも即戦力欲しいでしょ。そうだから書いてる。俺でもね、何気にね、日本ハム1位で何気にいきそうだ、俺知ってんねん。何気にいきそう？いや、さつざきチャンネル的には俺はもう即戦の1位にピッチャー行った方がいいと思ってるから、俺は前田君だし、袴さんは常広君だし、で先生は細野君だし、だけども何気に佐々木麟太郎行きそうやろ。いや好きそうだな。確かにな。まあだから大学行くっちゃうか説もあるけど、ってなった時に大谷翔平と同じルートで日本ハムありそうやろ。私なんか清宮選手とかそういうとこやっぱり。しかもよ、佐々木麟太郎をファーストで使うために清宮をサード練習させていっちゃうかみたいな。ああ、なるほど。布石でアリエルは別にキャッチャーでもレフトでもできるから、別にその流動性あるわけ。あるな。あれやろ、なんか好きそうですね。もう佐々木チャンネル的にはもうチームの感じ見たらやっぱり1位2位はもう絶対的に即戦力ピッチャーに俺は行った方がいいと思うけども、佐々木麟太郎1位だし、1位佐々木麟太郎選手行くじゃないですか。ウェーバーで早いじゃないですか。でピッチャーたくさんいるからいいピッチャーも2位で取れるっていう。そうそうそう、だから今挙げた選手たちはもういなくなってるかもわかんないけども、それこそ俺がさっき挙げた大正大のね君とか、それでも他にもねいいピッチャー、今年ピッチャーの数はいますからね。本当にいますよ、本当にもう。だから何気にありそうやろ、佐々木麟太郎1位。ありそうです。でもまあ佐々木チャンネル的にはね、3人はピッチャーでね、俺は前田君、常広君、細野君がね1位がいいんちゃうかっていうところあるけども、常に後輩をしてってる、ひょっとしたらね佐々木麟太郎君もあるんじゃないのかなと思いますけども、それ本当大きい気がしてきたな。俺はもう1位に即戦力の回で、高校生のピッチャーとか野手も大学生とか社会人取れたらいいかなっていうねところはあるけども、全体的に必要だと思うんでね。でもやっぱ上位は高校生やな、あ、こうじゃ高校生じゃない、上位はもう即戦力ピッチャーでと思いかけども、佐々木麟太郎もあると思いますっていうねところで、皆さんどう思いますか。さあ今日はヤクルトスワローズドラフト戦略です。今年はねちょっと5位に沈んで3連覇ならずっていうねところ、5位で終わるかどうかまだ分かんないけどね、6位になるかもしれないけども、そういったところでやっぱチームを再建していかなきゃいけないっていったところで、今やっぱりヤクルトが必要なところはもう完全に投手陣ですね。野手はもうほぼいらないと思うんだよね。キャッチャー中村、内山古賀がいて、野手はね村上で、ファースト外国人で武岡、長岡も成長してきて、で北村もいい感じで出てきた、で外野も並木も良かった、丸山、塩見で沢井、浜田ね、っていうところで、そのドラフトで取った選手たちもガチッとレギュラーになってきたわけじゃないけども、きっちりねちょっと可能性がある楽しみな選手がいるっていうところでは、野手はもうそんな別にね絶対必要やっていうところは、下位で取るのはねありだとしても上位ではないと思うんだよね。そうなってきた時にもう即戦力投手、あと守護神系の右腕のパワーピッチャーが欲しいなっていうねところがあって、佐々木はもうおすすめ用意してるんで、多分こいつちゃうかって。いいですか。はい、お願いします。第1回選択希望選手、東京ヤクルトスワローズ竹内夏樹。いや私はね結構ねいい、そこいいと思ったんだよな。じゃ全一？いやなんか全一でもありだよね。そうですね。国学院大学。めちゃめちゃ評価高いですよね。めちゃめちゃ高い。しかも国学院だから清水とかとも一緒だね。はい。だから環境もいいし、で神宮、東都ね、左先発安定的いいんちゃうっていう。で私は竹内君まあ左で行くじゃないですか。でもしウェーバーで残ってたら、石川投手の後輩下村君に行くんじゃないかっていう。俺はもう2巡目、前回のとかぶるんだけど、大正大の上田、大西がいるの、大正大つながりで、しかも先発もできて抑えもできるから、後ろも欲しいっていうところで、どっちもできるっていうところでいうと、多分この上田大河も俺はヤクルトあるんちゃうかと思ってて、やっぱもう大卒ぐらいの即戦力1位2位でいいですかが、もうだってさすがに来年巻き返したいじゃん、ってなった時には本当は山下とか出てきてなきゃいけないんだけど、やっぱ出てきてないっていうね、ところにあと奥川もそうだし、ここ近年のヤクルトのドラフト1位がちょっと苦しんでんのよ。前回のねドラフト戦略でも言ったけども、去年の吉村ね、で山下ね、で木澤はやっと出てきたけどもね、で奥川ねっていったところはちょっと出てきてないっていうところでいうと、投手陣の先発ねやっぱ厚めにしたいっていうところがあるんで、大卒でもいいんちゃうかっていう。ひょっとしたらアジアの草加君も完投能力高いし、はい、先発で安定、なんかヤクルトが好きそうだから、うん、そういうなんか精度よくて安定的っていうところでは面白いかなと思うけども、うん、まあ、竹内君がいいかなっていう。しかも最近だから左がね、うん、で右は小沢とか出てきたし、だから右でいうと先発、今でいうと小川、はい、ロドリゲスね、うん、ロドリゲスが結構安定してんだよね、うん、いい形でね、小沢、はい、で高橋奎二、サイスニード、でピーターズっていうところだから、外国人3人に頼ってるんだよ、先発ローテっていうぐらい苦しくなってるから、やっぱ左の先発欲しいよな。そうですね、日本人で。そしたら竹内君、細野君のところで左のサウスポーでチークかもしれないですね。でも満場一致もなかなかないからね。そうなんです、僕も本当にそれをしてたんで、ありえるよな、全然ありますね。今のね、このヤクルトの補強課題でいうと、大げさに言ったらもう 1,2,3 ピッチャーでもいいぐらいだけど。そうですね。下村君2位じゃ余ってないかな。余ってないかな。余んないか。それがもううまく余ってなかったら2位とかで仙台育英の3人の誰かとか。さすがにドラフト1位で仙台育英の3人が全員消えるって多分ないね。絶対的に。湯田君、高橋君とかその辺に。あ、それもいいですね。あとはね、大正大ね、野中君っていうね、リリーフタイプがいるからね、野中君ぐらいを3位とかで大西取った時みたいな感じで下位で残って取れれば、ヤクルト的にはかなり上出来なんちゃうかっていうね。キャッチャーはいらないと思うんだよね。野手はどうか、まあ強いて取るんだったら高卒の大型な野手欲しい。右左どっちですか？どっちでもいい。まあ山田もね、ずっといけるわけじゃないから、で竹岡長岡っていうのはどっちかっていうと大型じゃないじゃん。ね、宮本もそうだけど、だからそのちょっと大型の高卒、ちょっとパンチ力あるっていうところの内野手系は高卒でいても取っても面白いんちゃうかっていうところはあるけどね。一人ちょっとそれやったらぜひお勧めしたいんですよ。九州の方にいるこの小倉高校、小倉高校キャッチャーもしてたり、サードしてたり、内山君タイプだねみたいな感じで、九州でキャッチャーで今サードってなったら村上なんですよ。そうやな、村上2世ちゃうかみたいなのが勝手に僕は呼んでるんですけど、それからスケール感があって、高校通算53なんですで、結構打ってる。そうなんですよ。地区大会とかで負けちゃって初戦で敗退しちゃったから、そこまで騒がれてないんですけども、振る力とか飛ばす能力っていうのは、これひょっとしたら面白いんじゃないかなと思うんですよ。へえ、何君？川野君、川野大河君、三塁手兼捕手なので、これはソフトバンクあたりも狙ってると思うんですけども、まあ最悪で最終的に村上ファースト案もあるしね、まあどっちも守れるっていうところではね、まあ後々ね、村上がベテランになってきた時にっていうね、守備位置チェンジっていうのも考えられるし、これ隠し玉でちょっと僕、じゃあ俺も九州から、九州英語多いっすよ、いい、九州から涼介君、鹿児島城西高校、城西高校、これ阪神がドラ1組んじゃうかって。そうなの？そうなの？じゃあもう下位で残ってないな。残ってないかもしれないです、ごめんなさい。右の高校生だったらトップレベルですね。じゃあ下位残ってないな、下位じゃ上位は 1,2,3 はもうピッチャーが絶対いいと思うね、絶対的に。あとはこれいっとこうか、広瀬亮太、慶応、ヤクルト、神宮でドラフト4位ぐらいで残ってたら、でポジションも内野ね、どこでもいけるしっていうところでは右だし、パンチ力あるから多分使い勝手もいいし、ヤクルトの今足りないピースだと思うから、そういったところでは取れればね、面白いんちゃうかっていうね。じゃあ私袴田枠で取ってほしい方発表してもいいですか？狭山空君っているんですけど、先生知ってます？知らないですね。これが済々高校って静岡のところで、右投げ右打ち182キロ75キロという、すごくまだ多分まだまだこれからだと思うんですよ。でマックス147キロぐらいのストレート投げて、で癖の少ない投球フォームで伸びしろはすごくあるって言われてるんですけど、そこまで有名なピッチャーじゃないです。でもプロへの思いっていうのがすごい強くて、もう早々にプロ志望届出してるんで、ちょっと静岡の子なんで、ちょっと静岡に近い神宮のヤクルトいかがでしょうか、佐山君。まあいいね、推薦だからね。はい。僕ヤクルトにお勧めしたいと思うんですよ。誰？言っていいですか？多分そこには載ってないですけど。はい。静岡大学のゴジラって書いてますよ。おお。よくですか？ちょっと静大チェックしてなかったよ。静大のゴジラって書いてます。いいね。はい。佐藤。セカンドもセカンドはサードもいけると思うんです。セカンドが主にセカンドの強打のセカンド。おお、いいね。はい。で山田哲人選手がもし怪我とかでちょっと故障しやすいってとこもあって代わりに入るかなと思う。まあで飛距離はもう抜群に飛ばすんです。さらにここが中距離なんです。名門出身でさらに先輩に1個上に沢井蓮。おお、あるな。いいでしょ。今ちょっと今ヤクルトから苦情来てる。言うな。言うなって。バレたじゃないかっていう。バレたじゃない。言うな。中京大中京だったらもしかしたら中日とかもチェックしてる可能性ありますね。ある。これはなんせ飛距離。東海地区の子なんで。東海地区ですね。静岡のゴジラって言われてる。静大のゴジラって言われてる。しかも1個下に高橋宏斗です。中山ないです。ああ高校の時に。ああじゃあもう中日行きそうじゃないですか。中日あるな。あるでしょ。でもヤクルトも。ピッチャー3位で余ってたら、だからもし中日が2位までに取ってなかったら3位でもいいね、欲しいね、そのピースとしては。ベストナイン、東海道とか2011の首位打者も取ってる。1位、2位まではいかんと思うからな、やっぱヤクルトは1位にはやっぱ絶対ピッチャー取った方がいいから、3位で上が回ってきて、余ってたら行きたいね。こちら佐藤圭介君で4位またピッチャーねみたいな感じで欲しいね、それね。それいいね、ピッチャーその子ピッチャーだね。確信あるけど草薙球場で宇宙が掘り込んでますから、その能力は本当に高い。松井秀喜を思わせるって書いてますよ。ライナーでぶち込む本。俺も太田スタジアムでバックスクリーンの横場外確信歩きしてるからね。バックスクリーンの横だよ、場外だよ、太田スタジアム。だからそれぐらい飛ばさないとプロに行けない。行けないよ。県市大の正面に弾丸ライナー突き当ててるからね。そういうことですよね。でも楽しみだね。楽しみでしょ。その選手何位か。でもヤクルトいいね。いいでしょ。これやっぱ指名は絶対される。絶対される。でもあれだから、全員一は竹内、どうする？ヤクルトの竹内君のち見てみてて、違うよみたいな。腹は東さんみたいな。でも今ね、全会一致で、サウザキチャンネル的にはね、ヤクルト竹内君ちゃうかっていう。あとやっぱ大正大のね、ピッチャー、俺は2巡目とか3巡目とか4巡目余ってたらいいんちゃうかと思うけどね。でもやっぱ1位はやっぱあれじゃないですか、神宮で投げ慣れてる六大学とか等々のいいピッチャーにいきそうな気がしますよね。さあ、まあということでね、ヤクルトファンの皆さんどうですか。今日は埼玉西武ライオンズというところで、サウザキが2位予想しましたけども、まさかの B クラス。ドラフト戦略もめっちゃ難しいのよ。なぜかっていうと山川次第っていう。ああ、どうなるでしょうね。まあそこ次第なのよ。野手で考えると、まあ渡辺君が出てきたっていうところもあるし、まあマキノンがね、やっぱいい形で今年活躍してるんで来年もいるでしょうと。ショートは源田で、セカンド外崎で、外野がまあペイトンもまあ怪我もあったっていうところあるけど、まあちょっと物足りないけども、でまあその他にはまあ昼間がね、いい形で出てきたっていうところもあるけども、でピッチャーは高橋光成がね、ちょっとポスティングでメジャー移籍っていうところもあるけども、全体的にはやっぱ外野、あと後ろっていうところが補強ポイント、リリーフ守護神含めて、今ねクリスキー DNA にいたね、昨年か選手が西武入って、今クリスキーがね抑えやってるっていうところもあるけども、ちょっとエンスが今年ねちょっとパッとしなかったっていう、だから補強ポイントはピッチャーが外野かなっていうねところはあるけども、サウザキはもうねできました。ドラフト1位、私ももう1位決めちゃいました。決めた。じゃあサウザキからいきます。第1回選択希望選手、埼玉西武ライオンズ、前田悠伍、大阪桐蔭高校。ここはいいですか、先に。第1回選択希望選手、埼玉西武ライオンズ、仙台育英高校、高橋幸輝。名前先だから。あ、そうです。あ、それも言えられないから。ちょっとなんか今語呂変だなと思ったんだよ。語呂悪かったでしょ。俺仙台育英高校全員の中の誰かっていうのかなと思って高橋光希仙台育英高校そうでした。一応言わないから言い慣れてないからね。いつも佐藤さん言うから高橋君そう言っていいですか。第一選択強制あ、ちょっと似てるじゃん。似てる関野さんの声めっちゃ似てるよ。埼玉西武前田優吾大阪桐蔭高校そこまであったね。あれですね、超奥しましたね。まあ投手いるんだけど、まあ高橋光成が仮にポスティングで出たとしてもそこまでめちゃくちゃズタボロになってるかっていうとやっぱ投手陣はいいじゃんね。平も先発に来て隅田も良くなってきた、で今井もいる、で松本もいい感じっていうところでいうと、まあまあそんなにね。でやっぱこのね渡辺君がちょっともうちょっと頑張ってほしいっていうねところもあるし、で洋座もいてっていうところでいうと、まあそこまでね即戦力でどうにかしなきゃいけないかっていうと、まあそこまででもない。で確かにリリーフもちょっと薄くなってるけど、まあ、水上がちょっと今年落ちちゃったけども、まあ、ここから上がってきてるかもしれないし、豆田君もね、育成から支配下になって、はい、あとクリスキーでね、っていうところもね、外国人も生まれつつある、佐藤がね、はい、左っていうところもあるし、でまあ、平井もいる、で宮川っていうことなんで、まあ、補強したいのは山々なんだけども、はい、そんな別にね、どうストライクでいく必要もないかなっていうね。で野手も確かに外野補強したいんだけども、まあ、いの一番でいかなくても外国人も含めてなんとかなるんちゃうかっていうところでは、まあ、やっぱ高校生ナンバーワンいこうっていうところで、はい、どうですか先生。いや本当にそうです、ナンバーワン同士ですからね、はい、私も多分高校卒業のピッチャー行くんじゃないかなっていう気はしてて、その中でやっぱ西武って今活躍している高橋光成投手、今井投手、もう甲子園大活躍のピッチャーですよ。そうしたらまあ育英準優勝でしたけど、育英で大活躍した高橋君いくんじゃないかなと、そういう流れがありますから、十分可能性あるね。はい、そういったところだからやっぱ高校生1位いくんちゃうかっていうところはね、私もそう思いますね。全員一致でねっていうところと、まあでも外野もいっといた方がいいと思うね俺は。それこそ渡来君とか、それこそね、エネオス、外野スピードもあってっていうね。ところもあるし、はい、ね、あとはそうだね、やっぱこれか、ここか。どこですか。金田、高大、埼玉西武大高校、地元だから。埼玉か。地元。はい。まあこの会にね、会、まあ上位ではないと思うけど、まあ会に残ってたら、まあ地元っていうところでね、あるんちゃうかっていうね。じゃあピッチャー行って、まあ外野手とかで。ピッチャーかな。1、2ぐらいでいきますか。外野も取りたいけどね、正直ね。外野結構、まあ、いるっちゃいるんですよね。いるっちゃいるけど、いないっちゃいないなんだよね。この、だから、パワー系の外野がね、ちょっと欲しいかなっていうところもあるんだけどね。だから、パワー系の外野いない、パワー系の外野。パワー系ですか。いない。飛ばすいる。ちょっと、隠し玉なんですけど。また、怒られるよ。これね、独立リーグ去年ね、僕、茶のを外してたから悔しくて独立まで戻した探してきたんです。独立のホームランバッターを探してきました。これ面白いですよ。大泉君、福島レッドホープス、福島の岩村さんがね、やられてるところのことなんですけど、外野手、ファーストもできる左バッターなんですけども、独立のホームランバッターなんです。で見てほしいのも飛距離を見てくれて自分でも言ってるぐらい、高校時代も高校さん53本で騒がれてたバッターなんですけども、逆方向にもホームラン打ってましたし、インコースのしきびしいところもやっぱり肘抜いてパンってライト線に持っていけるみたいな、これ面白いですよ。へえ、いいね。隠しなんです。5位とか6位とかでか、いくつかのと1位でもいいんで、そうだね、取ってほしい。あとピッチャー俺もう一人西武推薦していい。木村仁、九州共立大学、北九州のドクター K って言われてるらしくて、ストレートスピード高くて、だからリーフでも俺はいけると思う。そういった意味では西武のいいんちゃうかっていう。僕西武に紹介したい左右ピッチャーですけど、リーフ誰ですか。これまた隠してます。またそういうとこ西武木村達樹、平成国際大学、埼玉県の大学なんですよ。埼玉のピッチャーです。そこのね、ピッチャーエースの子が代表と候補やってたんですけど、その子ももちろんいいんです。150キロ超えるんですけど、その子はちょっと怪我がちで調子が悪いなって時にこの子が目立ったんですよ。ややサイド気味の長身の右のリリーバーなんですけど、パワー系で150キロ近く出る、噂ではヤクルトも行くんじゃないかって言われてるんですけども、なんか地元西部だし、埼玉だし、注目してほしいなと思って。そっちの木村君？そっちの木村君。俺はもうこっちの木村君だから。イヤッとしたんですよね、まさか。ジンじゃなかった。俺はもうジンの方だから。あとはね、高校生のキャッチャーとかも、キャッチャーも取っといた。俺高校生のキャッチャーですか？いんの？いいのがいらっしゃるんですよ。沖縄スカウトいいんだ。それ待ってました。待ってた。あ、まあでもあれですよね。山川選手とかも平投手とかも沖縄からなんで。いいですか？急に出てきたからびっくりしたけど。いるよ。いるの？中地もにあれ送り込んだ。ああそうだね。沖縄小学の大城和平。大城和平。確か甲子園全3試合で。7つ盗塁されてるの全部阻止してる。で、沖縄の大会でも全部阻止してるんですよ。めちゃくちゃいいです。へえ。西武いいね。西武俺キャッチャーね、森いなくなって古賀も出てきたり柘植いるけど、次の選手いると思うから、ここら辺で高校生一発取っといても面白いんちゃうかって思うんで。ありがとうございます。え、何君だっけ？大城和平。大城和平君。おお。キャッチャーだったら、まあ、私、前の動画でも言いましたけど、鈴木京君と新妻京介君、もうちょっと候補に入れていただいて、ね、ライオンズの皆さん、キャッチャー、だてにオリオンビールの T シャツ着てないな、今、めっちゃ張り切って遠くから来たからびっくりしたよ、沖縄は。でも正直、面白いかなっていうところもあるしね、ひょっとしたら、上武大の新藤君とか行く可能性もあるよね、キャッチャー。古賀もね、その時の中央で大学ナンバーワンキャッチャーって言われてて取ったから、新藤君行く可能性もあるけども、1位2位がピッチャーでいいかなっていうね。でも外野もまあ取っときたいっていうところもあるけどもね、だから1位は高校生だと思うよな。いや、私高卒ピッチャーな気がしますね。ねえ、ここはで昨年1位で広間行ってるからね。はい。で、高卒のピッチャーを1位で取ってるので、だいぶ前になると思うんですよ、もう。そうだね、隅田もあったしね、で松本とかもあれだしね、蛭間、隅田、渡辺、宮川、松本、あれ、松本は誰は高卒？大卒か、で、斎藤、多分今井投手の2016年から、そうそう、じゃあいいね、高卒だね、これは。1位にピッチャー、外野も取った方がいいし、キャッチャーもいると思う、このポジションは確実に取った方がいいと思うから。あとはもう山川次第なんだよね。まあでもマキノンとがいいし、渡辺も出てきたから、そこら辺はうまく多分埋まると思うんだよね。で、あとはまあ DH をどうするかだけだけども、まあ、ドラフトとしてやっぱその戦略が俺は一番今のライオンズにとったら。でもあれどうですか、ちょっと体大きい人育てるの得意じゃないですか。おかわり、山川、そんななんですか。先に田中選手行くとかないですか。4人目。おかわり4世。おかわり4世。おかわり4世。それないですか。おかわり音声、しかもファーストしか守られんからな、もう大渋滞だよ。そうですか。大渋滞。でも他のポジションも守れるようになるとかないんですか。守れたとしてもサードやろ、いるやん。そうです。もう大渋滞、大渋滞。ちょっと落ちると大渋滞です。それを、いや、もうそれは6位とかだったらいいと思う。上位はもうお腹いっぱいやん。さすがにおかわりしきられへんねん。もうおかわりいいよってなりました。ちょっとキャラかぶりすぎるわ。もうちょっと開けてから、じゃあそういうタイプでいいですかね。あと数年後とか。大渋滞、大渋滞してます。おかわり枠ちょっと大渋滞してるんで、ちょっと今は大丈夫です。今大丈夫ですか。お腹いっぱいですね。でもまあ俺はこうね、前回一はやっぱ高校生やろっていうドラフト一ね、そんな気がしますね。そういったところでね、見ていきたいと思いますけども、ライオンズファンの皆さんどうですか。今日はジャイアンツでございます。ジャイアンツね、まあでもピッチャーでしょ。ピッチャーですかね。ピッチャーだけど、でも、まあ、戸郷でしょ、菅野でしょ、山崎伊織、赤星も良くなってきた、グリフィン、多分グリフィンは来年もいるやろ、間違いなくね。まあ、あと横川なのか、井上が伸びてくるのか、メンデスね。あと、メンデス、メンデスいいもんね。メンデスですからね。何気によ、先発いるよな、若いのも今年、赤星もね、最初、ダメだったけど、今めっちゃいいしね。で、山崎伊織はまあなんとか2桁勝たしてやりたいけど、1年間通してね良かったし、だからもう菅野が4番手ぐらいだといいローテーションだね。で、戸郷もいて、でグリフィン、で麺です、うん、って考えたらそんな絶対っていうとこじゃないよな。どっちかっていうとリリーフやな。でだって野手もよ、まあ大城でしょ、まあ、サードが坂本でしょ来年、うん、セカンドショートが門脇、うん、でセカンド吉子でファーストがちょっと岡本なのか岡本がレフトなのかによってちょっとね、うん、そこが流動的で、まあ、丸間まだいるでしょ、秋広、うん、梶谷、うん、外国人、うん、いやなんで B クラスなんやろなでも巻き返した方ですよ。序盤もっともうなんか最下位あるかもぐらいに停滞してる時期ありましたからね。だから坂本がサードになったからなんかまたいい感じになってきてるね、うん、守備もうまいしなあ。やっぱ結局20発打ってますからね、うん、やっぱ坂本選手大きいですね、いるいないで。いやーそうなってきたら、うん、でもやっぱ先発も一番欲しい感じはありますよね。先発がやっぱりそしたらよ、うん、高校生とか行くんじゃん即戦より。即戦行くかな。いややっぱりでも去年浅野くん、でも野手だからこれは僕ね、僕のこれはまあ意見ですけど、原さんもそろそろ結果がやばいって焦ると思うんですよ。これが B クラスだからってなると来季の優勝が必須になってくる。そうなってくるとやっぱりこの終盤に来ても8回で菊池が投げて壊れたり大勢があんまり一発しないパワー系かだと思うんで、これ先発もしくは長ついてるようなピッチャーもバッティングと思うんですよね。私もなんか即戦力でもローテーション入れるような、うん、いいピッチャーにいきそうな気がするんだよな。でもローテーションもさっきも言ったけどそんな無理にいらんやろ。数だけはいるやんってなったらもうリリーフもできるパワーピッチャーちゃんってなってきたらもう絶対右になるな。はい、だからあの選手なんですよ。あの選手な、はい、もう外れ1番で僕分かってるんで。へえ、ジャイアンツだけはもう先生はもう絶対この人みたいな人がいると思います。へえ、間違いないです。間違いない。はい、どうぞ。言います。間違いない。じゃあ外れチームいっていい？いいです。お。第1回選択希望選手。読売西舘勇陽。投手中央大学。中央の。おお。神奈川東出身ね。はい。やっぱりリリーフ候補として。力あるし。もう一人。はい、もう一人。もう一人。もう一人いんのよ俺、はい、権田流星、うん、TDK 上田西から明星大学です、うん、はい、152キロ抑えもできます。じゃあ先生どうですか。はい、いきますね、はい、僕の、うん、第一の選択希望選手、読売、常広ですね。青学の、僕はこれ多分常広君一択だと思うんですよ。あ、そうなんだ。はい、下村君もいいんですけど、下村君だったらやっぱ先発かなっていうところで、常広君もまあやっぱりどこもいけるっていうところを考えると、今の課題にぴったりだと思うんですよ。で、僕は青学の試合見に行った時も、桑田さんまで見に来てたんですよ。桑田さん、そうだ、私見た時も桑田さん来てた。桑田さんが来てたってことは、やっぱり青学に対しての思いが、その選手を見に来てるのも間違いなくて、とうとうの神宮の試合も、水野さんもいっぱいスカウトしてたんで、この熱の入り方を見ると、僕は青山学院のそのピッチャーも行くんじゃないかと思ったんですよね。桑田さんも、とうとうの見てたじゃない、あと大学選手権か。見に来てて、で常広君も良かったけど下村君めちゃくちゃ良かったじゃないですか。多分常広君に結構集まりがちな気がするから下村君行く可能性も結構あるんじゃないかなって気もするんですよね。ジャイアンツは強豪行きますよ。そうね、確かにくじ引くよね、ジャイアンツは。で、去年久々にくじ引かないようにもう西舘君で中央で、僕は外れ1位西舘君です。もう新之助の後輩で。で、沢村もいたしね、長野、西舘勇陽君の方ですよね。西舘光太君もいるんで、勇陽君の方ですね。重要です。これは正直下村君とか常広君が出る前のナンバーワンでした。ジャイアンツも行くと思ってます。だから僕は外れ1位は西舘君だと思ってます。そうなの。はい、西舘君を実際見に行って思ったのがし、実際に話とかも聞いた話でいくと、彼変化球がすごいいいんですよ。だからどちらかというと先発とかに使いたいんじゃないかなという、とにかくジャイアンツを狙ってると思うんですね。あと俺ドラフト3位いいんだけど、もう3位ドラフト3位。いやだって1位、浜田1位。私ね、下村君いくんじゃないかなって。俺3位いるんだけど、もう3位ですか。いや3位ぐらいで取るかなっていう。3位ぐらい取りたい、3位ぐらい取りたいやついいんだけど、2飛ばしてね、2飛ばした清水力人投手日本通路、後ろ後ろの方で3位のいいやろ、いい線やろ、3位何気に後ろで。やっぱ後ろだったら僕ね、東芝の久米君とかもいいと思うんですよね。帝京大学サイドぐらいで帝京、あとはそうやな、ポジションとしてはピッチャー行って2位にどのぐらいの感じのポジションですか？ピッチャーでもいけるな。ピッチャーか。ピッチャー。右左で取れない大きいね。1位2位でじゃ右左。野手はねやっぱ門脇が出てきたのがでかいんだよね。秋広とね。野手でいいのおるんですよ。ぜひジャイアンツに進めたい。何がいる？下位で取れると思うんですよ。正直一番欲しいっていうか一番お勧めしたかった選手なんですよ。これね、佼成学院の中澤君っていう背番号6、坂本隼人2世って言われてるんですよ。へー。大型野手として言われてて、打ち方も坂本隼人そっくりなんですよ。へー。ショートを僕らもショート守ってるんですけど、やっぱり甲子園にも出てきたし広角に打てるっていうところで、これ坂本隼人一緒にサーブでノック受けて教えてもろて、でこう育っていけば坂本隼人受けた時にパッと入れると。ああ、まあもう後釜っていうところで、後釜っていうところで僕はジャイアンツ取ったらどうかなと思うんです。中澤君いいね。何位？5位。余ってんの？いやー俺4位いんね。4位いるんですか？もうなんか決まりようじゃないですか。4位いるんですか？うん。第4回選択希望選手呼び売り萩原義明。おお。保守流通経済大学。いい。おお。めっちゃいい。キャッチャー。いやキャッチャーも多分いるね、今すぐにはいらないけど、5人しかキャッチャーいないから、で最近来てんのが岸田じゃんね、やっぱもう1枚ぐらいいるから、やっぱり、正当な評価していくと、小林、もう伸びしろないや、今、うまいとかへぼいとか言ってないよ、もう多分伸びしろないから、ここから急激に何かがすごい良くなっていくこともないじゃん、でまあ大城が不動の今、キャッチャーだね、で岸田が次に伸びていってほしい、多分じゃんね。で山瀬来たと、まあ、若い世代ここから下積みしてってなった時に、まあ、もう一人いんねん、キャッチャーちょっと少なすぎるから、こう怪我とかした時困るからね、ってなった時にこの萩原君、なんと東海大相模だから。おお、これどう？4位いい線いってない。ただね、ちょっと注文してていいですか？若干ロッテがやってると思うんですよ。千葉ロッテジュニアなんですよ。ロッテはいらない、いやで松川どうにかしなきゃいけないわけやろ。ロッテの傾向言っていい？ロッテジュニア取らないがちだから。あ確かにそんな他チーム行きがちですね。まあ池田とかロッテジュニアなんだよね。取ってる選手もいるんだけど、なんか他チームで活躍しがちっていうところがあるんだけど、めっちゃ映すよ。パッティングめっちゃいいですよ、左バッターで。ジャイアンツいいよな。いいと思う。だからジャイアンツ必要ですね、キャッチャーさん。4位いい。でこの子多分ね、スペアの気分そこで守備コンバートしてもいけると思うんですよ。もともとだって保守内野のスーパーサブだったんですか？そうなんです、そうなんです。で大学生から保守に専念して、キャッチャー取った方がいいと思う、1人。でも上位でとかじゃないから4位ぐらいで。だからピッチャー行って1位ピッチャー、2位ピッチャー。さっき3位誰出てましたっけ？3位ピッチャー。いやそんなピッチャーいる？でもそんなピッチャーいる？そこまでいらんくない？野手は欲しいかな。外野はまあ岡田ね、浅野、で萩尾、ここら辺がね、まあ、伸びてきてくれればっていうところの望みはあるよね。でも内野めっちゃ多いんだよね、2位。でももういい内野取ろうと思ったら2位でいかなきゃいけないよ。数少ないから内野取ろうと思ったらもう早めですよね、しかも内野が外野かって言ったら内野やろ。それこそ、これじゃあ渡来勇輝、それこそエネオスの、それこそね、丸とかももうなベテランの域入ってきたし、じゃあ例えばですよ、多分渡来君は来週ってから行くと思うんで、1巡目が外れて2巡目も外れた場合、外れで1位もしくは2位、渡来2位、2位まででも残ってないんですよ。残ってたらラッキーですよ。それがいいバッター。いいバッター。2位。1位ピッチャーの2位ぐらいにいいバッター。いいバッター。内野手。で3位に社会人ピッチャー。で4位キャッチャー。これやろ。いないの？袴田枠いないの？ちょっと有望株がいるんですよ。ちょっと前回の動画でも一瞬名前出たんですけど、日本ウェルネス宮城の大内誠也君というピッチャー、ミニピッチャーなんですけど、あのこと投げ合ったでしょ。そうです、今野君と、はい、今野君と対戦したんですけど、191センチ77キロ、まあすごいこうで、マックスは144キロってまだまだこれからなんですけど、角度のあるストレート、スライダー、フォークで、まあスカウトがでも結構こぞって見に来てるんですよ。でかいからな、ポテンシャルあるよね。ね、角度が上がるこうね、球が投げられるので、で巨人、ヤクルト、西武、楽天あたりがまあ見に来てたらしくて、でまあまだまだ体は細いけどこれから楽しみと、で変化球もいいのが投げてると、で伸びしろがあるっていうことなので、なんかジャイアンツ好きそうかなっていう気がして。だからもうひょっとしたら育成枠もあるね。うん。か6位とか7位とか。その辺で、プロ志望届ももう提出済みです。これでジャイアンツ入ったらすごいね。袴田リサーチが。はい。ちゃんとジャイアンツのスカウト来てるんで。はい。まあという感じかな。はい。大体取らなきゃいけないポジションの人たちは。そうですね。あと最終判断はね、13回目の動画で最後の発表になるから。第1回戦という気持ちでしょ。まだこの動画ドラフトの1ヶ月以上前に撮ってるんで、ちょっといろいろ状況変わってくるじゃないですか。でも選手の状況は変わんないからね。プロ野球志望届出すかどうかだけだから。それですね。あとチームの情勢も変わんないから。まあそれはありますね。はい。今年1年間のとこを見てきてたから。はい。まあ。ほぼほぼね、チーム分析はもうそうだって役割決まってるから、役割は俺がポジションの足りないところを語って、で袴田さんが地元枠、母校枠を語って、お城選手ね、ファン目線として誰かお願いしますっていう感じなんで、先生がアマチュア担当だから、これも役割分担はっきりしてるから。先生めっちゃ試合見に行ってましたよ。東都のリーグ戦見に行ってたらしいから、スカウトしてきた。スカウト朝からはで一生懸命見すぎて、横誰がおるの気づかなかったんですよ。パッと見たら矢野さんでした。矢野天一、日本ハムスカウトですね。そうだ、声かけた。さすがにかけないじゃないですか。かけれるやろ。僕ちょっとちゃうのはそこだから、僕選手に直接声かけに行くからね。裏で俺ちょっと2番手ぐらいの子に話聞いたら全部教えてくれるんです。そうやって情報集めて、素人やね。球団スカウトがいる中で外立チャンネルスカウトがいるんです。そうなんですよ。それも面白くないですか。そのうちお母さんと並んでたのかなと思って。でもね、来年はぐらいはもっと育ちたいなと思ってます。去年からちょっと調子乗って、僕ちょっと球場行きだしたじゃないですか。今年もやっぱりこれでこのために全勢力で行ってきた。で来年ぐらいから持っていったのって、国越えたのかな思って。台湾でも台湾に行く時はもう取ってきてな。はい、まあということでジャイアンツね、ファンの皆さんどう思いますか。さあ今回は楽天とね、A クラスに残ったのか残れなかったのかね、わかりませんけど、いや結構頑張ってますよ。まあその中で来季に向けてっていうところで言うと、もう 100% ピッチャーだね。はい。まあ 100% ピッチャーなんだけど、去年も庄司、駒子行ってんのよ。はい。でその前も早川行ってるわけよ。うん。だから結局チームとしてもピッチャーが高年齢化してると、ピッチャーはどうかしなきゃいけないと。でなった時に、まあ今藤井とかもそうだし、西垣とかもそうだけど、取ってんだよめっちゃピッチャー。でも出てけえへんねん。リリーフではめっちゃ出てきてるんですよ。渡辺翔太投手とか伊藤真央投手とか。だからそこやな問題は。それでもまだ先発いくかっていう。でそうなると、まあ、ここからどうなるか分かんないけど、やっぱクビにしなきゃいけないんだよピッチャーを大幅に、ね、誰かを入れるためには、うん、そしたらもうこの選手危ない、この選手も危ない、危なくない、まあ、これでしょ、うん、あとこれでしょ、うんうん、だやめさせなきゃいけないんだよ。まあでも毎年ドラフトが入るってことは、うん、絶対その戦力外になった方がいらっしゃるので、でもやっぱピッチャーやな。ピッチャーだと思いますね。野手はね、まあショートも村林が出てきて、まあ本当はもっと黒川とか出てこなきゃいけないんだけども、まあそこにまあ伊藤幸也ね、トレードの時で山崎剛、小深田阿部ね、小深田選手もめっちゃコンバートしてね、鈴木大地ね、茂木これ2軍では3割打ってるんですね。まさかの現役ドラフトとか乗っちゃうんだよ。まさか一番人気ぐらいになっちゃうね。未来の細川になる可能性ある。打ちますよちゃんと。で外野もね、辰巳、岡島、小郷とか島内、こう吉野とかがもっと出てこなきゃいけないんだよね。そうですね。あとまあ武藤ね、あ武藤選手もね、一時期ね、結構プチブレイクしましたけどね、まあ、西川もちょっときついな、田中和樹も全然ヒット打たへんしな、基本ダイソーで出てきてって形ですね、守備固めとね、そうだ、まあでも基本ピッチャー、まあ、外野も取ってもいいかなって感じするけどね、若いの、高校生とかいたら、そうですね、もうドライチはもう 100% ピッチャーやな、しかもちょっと高年齢化してきてるから、先発ね、すぐ使えるやつ、その中で、東北楽天ゴールデンイーグルス、第1回選択希望選手、前田優吾、投手、大阪桐蔭高校。あのね、すぐ使えるやつって言いつつここ行くのですごいわかるんですよ。わかるんですよ。いや俺はね、すぐ使えるやつ取った方がいいから違う選手がいいんだけど、行きそうや。行きそう。行きそうだな、なんか。トリッキーなやつ来るじゃん。吉野選手行った時みたいな。やっぱ日本ハムと同じようにちょっとトリッキーなのが来るから、えみたいな。何気に。そうですね。高校生。ありますね。ありそうやろ。高校生ナンバーワンとは言われてますからね。いやそれこそ本当にって言ったら、その青学の2人とか、常廣君とか下村君、細野ね、竹内とかね、草加君とか、それは行った方がね、草加君ね、とか行った方がいいと俺は思うよ。チーム状況的には。あれ？でもひょっとしたら佐々木りんたろー、ある浄土、東北で。先生の1位は誰なんですか？僕、世間的にはピッチャーでしょ、即戦力で、今年とうとうにピッチャーかなと思うんですけども、あえての6大学いくんじゃないかなと思います。あえての6大学、ちょっとなんか楽天好きなイメージがあるんですよね。これ僕勝手なイメージなんですけど、6大学結構取るので、これ明治大学の村田君とか。あ、そういうところで1位の健一結構いいんですよね、これ村田健一。僕本当セ・リーグに行ってほしいなと思ってたんですけど、バッティングもいいんで本当に意外ととうとうに行くと見せかけて6代でもある尾崎寛太奪三振王滋賀学園のね出身ね、左でしょ、左好きやん、早川藤井とか取ってる、左好きやろ。左好きです。意外と高校生いきそうやろ。いやそうなんです。でも私の願望としては、すぐ使える大学生のピッチャー、私は行ってほしいんですよ。で去年はまあドラ1で庄司投手右行ったんで、で早川投手とかも左ですけど、まあ出たり出なかったりもあるじゃないですか。私は東洋大学の細野君をまあ9時でもいいから行ってほしい。結構9時引く傾向あるんで。そうだね。そう。あとやっぱりね、楽天はね、石井さんが続投か続投じゃないか問題があると思うね。もし石井さんがもし監督を退任した場合は、新しい監督になれば3年ぐらいはなるじゃんね。そしたら今すぐじゃない可能性あるじゃん。3年後も見据えてみたいになると高校生でもいいかもなるし、もちろんすぐ優勝したいから即戦力になるかもしれないから、あと石井さんが GM で残るかどうか問題の、そこ重要だよね。そうですね。どうなるかっていうね。今すぐもうチームをどうにかしたいか、それとももうちょっと数年後か。でもピッチャーどうにかしないといけないので、ちょっとマー君ももうきついしね、正直もう10勝10敗だもんね。で則本いいけど、もうなんか全盛期のキレがちょっと落ちてきてるよね。ちょっと絶対感がね。で岸もねいいけど、もうベテランだから。やった時にその続くのがね、だってその3人に続いて投げてるのが早川だもんね。でもこの前藤井が良かったけどね。で藤井でしょ、瀧中がちょっと今年ねちょっと計算外だったね。で唐島投手もこう出てきたと思ったらまたねあれだったりとか、西口もいないで今年ね。そうなんですよ。でも先発やな、おらんもんな、柱おらんもんな。次に来る感じの大卒派、私も大卒派ですね。大卒派の、しかも六大学派。六大学派。青学派。私はいや東洋大学。東洋大学。東都派。うん、東都。俺は即戦力と見せかけているんだけど、何気に高校生。意外とトーマス君っていう可能性もある。競泳の人にビッチャー。ああ。意外とね。どっちがいいと思うんですよ。前田君かトーマス君っていうのは。何気にね。何気に高校生。であとはね。外野取った方がいいと思うんだよ、高校生ね。なんかこの未来を担う外野、武藤選手とかね、そういったあたりはいますけど、いいのいるっすよ。いいのこれ正直また叩かれてますけど、こんなもんお前会に残っとるかって言われるかもしれないですけど、僕が一番下の武田陸君、山形中央高校、投げては149キロ左腕、打っては外野も内野も守れる、これ世代で言うたら両方いけるナンバーワンの二刀流なんですよ。ちょっと楽天人気をしてきてるから、ちょっと新庄さんの話二刀流でもちょっとやってみないですかっていう提案です。山形中央やからね。俺でも高校生じゃないけど楽天以外やいたわ。まさか福島ケイン、白鵬大学、大学屈指のスピードスターで春のリーグ戦8試合で20盗塁で打率5割2分6厘、首位打者最多安打、最多盗塁、最高出塁率、タイトル総なめ。足早い先輩いますからね、岡島選手が白鵬大で、足早い、この方も盗塁増えてるし、楽天は今年リーグで一番盗塁多いですからね。だからそこでいい感じの大卒だけど、外野、守備あたりも含めてちょっと外野いますけどね、でも下位で残ってたら、そうですね、4位とかで、なんか楽天って結構、いいのいたんだけど、いました高野、颯太、島根。水戸親高校、右、外野、パンチ力ある、サード、レフト、センター、右、いいやんな。右の外野、スワチのセンターってどうですか？ちょっと聞きたかったんですよ。ごめんなさい。大きく言えないです。右の内野？右の、まあそもそも右の野手自体が誰も育ってきてない。で今黒川選手は控えてる。でも村林が来てるから。あ、そう。村林。しかもだって7年目とか8年目でこうやってグッて出てくる人がいるわけだから、まあ将来性を見てっていうところがいいかもしれない。あ、1位前田君いって、2位明星ここでいきましょう。どう？あ、じゃあ下位の方で大卒とか取って、いやだってまあ大げさに言ったらよ、庄司とか駒子をどうにかしなきゃいけないんじゃないの、正直。去年取った、もうずっと取ってる、藤井もそうだし、ピッチャーはね、藤平も上がってきたし、エネオスから藤井も取ってるわけでしょ。ってなってきて、早川もしなきゃいけないしってなったら、いや、取ってきてるわけじゃん、そいつらどうにかした方がいいんじゃん、そうじゃないとドラフト失敗しましたって言ってるようなもんじゃん。そんで、野手、もう高校生、変革の時って。マークも高卒で取ってきたし、頑張って。結構松雪投手も高卒だし。何気にあるんじゃん。ウルトラ C で高校まさかのワオみたいな。下位の方でピッチャー、大学社会人とかその余ってる。あるね。まあなくはないですね。私もでも楽天におすすめしたい選手はいるんですよ。川和田悠太投手っていう仙台大学、地元なんですけど、腕が長いサイドスローなんですよ。楽天って今そういう系のピッチャーいないなと思って。そうだね、サイドいないね。高梨投手とかもやっぱり出ちゃいましたし、サイド系がいないので、こういうのこうワンポイントいいんじゃないかな。まあ右なんですけど、6位とか7位とかそういうところでいっただいて、あと結構さ、先生、後藤君いいんだよね。いいですよ、東北福祉大。で秋のリーグ戦29イニングで防御率 0.0 で、もうそのリーグで最優秀投手を取ってるんですよ。ないだ、ここは多分私結構上の方で消えちゃうと思うので、3まで余ってないか。後藤君どう？いけそうですね、気もする。じゃあ前田、明星、後藤でいけるかもしれない。もしくは凛太郎。リンタロウ行ったらやっぱ次ピッチャー行かなあかんな、やっぱりリンタロウピッチャー後藤君いいと思うな。代表合宿にも選ばれたんですけど、代表メンバーになってたんですし、肩痛めて断念して、でも今もう復活してきてるんでいけると思うんですよね、この秋のリーグ。去年の秋のリーグ楽天にお勧めしたい人いますよ。います。誰？早めに取りたいです。僕楽天のイメージですよ、僕のイメージは関西の子も行くなっていうイメージがすごいんですよ。多いですよ、多いんですよ、多いですよね。この名城大学の岩井君っていうピッチャーです。これ多分もしかしたら外れ1位で消えるかもしれないですけど、そうなん、これぐらいです。出身は京都昌平高校、前田石原君ね。楽天にいる。で、ピッチャーなんですけど、メジャー級の回転数と言われて、これね、元中日の山内っていうピッチャーがいて、投手コーチで今メジャーで教えてるんですけど、ピッチャーが155キロ、ストレート、カット、カーフォークって、完成度の高い日本代表の候補まで入ってるんですよ。名城大学。名城大学。じゃあ中日じゃん。もう一人いるんですよ。松本君。この2人ね、結構サイドだよ。こっちもサイドだよ。あ、本当ですね。そっちのサイド大丈夫。大丈夫。でもやっぱ地元から。あ、地元枠だから。岩井君は良くなれば山本由伸ぐらいまでいける。変化球の切れると本当に良くて。松本君はどっちかというと対戦派なんですよ。なので僕はちょっと違うチームで進めるんですけど、いい、取ってほしい。そうですね。岩井君ね、ちょっと覚えとこう。キャッチャーいいんですか？キャッチャーいいですか？キャッチャー取っときたい。取っときますよね。高校生とかいいのいない？高校生。はい。はい。キャッチャーだったら僕堀君ですね。報徳学園。ああ、報徳ね。もう肩バッティング間違いないので。堀君も進める。ないんで。まあ5位とか6位。余ってんの？余ってたんで。もうどっかの最初の方の動画で言いましたけど、高卒キャッチャーだったらもう常葉菊川常菊の鈴木京君か、あとあれですよね、浜松開誠館の新妻君か堀君なんですよね。もう一個あるんですよ。もう一人いるキャッチャー。言っちゃっていいですかね。あ、じゃあどっかで出したいの。いや、楽天なんですよ実は。あ、そうなんだ。誰？関西大学の有馬君。へえ。皆さんご存知ですか？近江高校の時、吉田恒成擁する時に最後負けた時のキャッチャーなんだ。林君とバッテリーですよ。有馬亮。林裕貴君ね。はい。いいんじゃないですか。この子も代表だけど。でも安田選手がね、まだ大卒2年目とかじゃん。いやでもそんなもんか。競争させればいい。あ、そうか。だって今は安田がレギュラー使ってないからね。いいですね。太田選手がね。だって俺だって大卒だけどなかなか5年目で一軍定着だったけど、それまでに近代から田中正彦も来て、国士舘から辻も入ってきてるから大学で。競争を勝っていかないといけない。そう、全員決着しちゃったけど。だからまあ可能性もある。それもちろん大卒も可能性あるよね。まあキャッチャーもじゃあ。っていう感じだね。だからもう1位。ちょっとここが楽しみですね。楽しみ。先生は誰だったんだっけ？1位は村田君。あ、村田君。で、俺は前田君ね。六大学は俺は高校生派。私はもう東洋大の東都で。東都派。細野君。でウルトラ C で地元枠の佐々木麟太郎もあるかもしれないっていうね。そういうとこですね。まあありますけどね。誰が当たるかな。はい。じゃあ皆さんね。楽天ファンの皆さん、コメントお待ちしてます。さあ、今日は広島カープでございます。ね、まあカープ今年ね、よく頑張りましたよ。A クラス残れたんかな。今2位だよ。まあでも A クラスには残ると思うね。そうですね。3位になったとしても A クラスには残ると思う。DNA と1ゲーム差ですからね。この現段階で。そう考えるとね、まあよく頑張ったなって思うんだよ。最下位予想が多い中でね、カープでしょ。カープもね。ドラフト1位はね、簡単なのよ。もう決まってんのよ。第1回センター希望選手広島真鍋慶太、内野手広陵高校。地元だからしかもよ、まあ今年のカープで言えばデビッドソン、マクブルームでサードがねいなくなった林とかいたけども、で田中康介守ったり小園が守る時もあったけど、サードいないのよ、やっぱり大型のクリーンナップ候補の欲しい。俺欲しい。地元いいんじゃん。もう1位いっとけ。ピッチャーだってピッチャーはいんのよ。まあでも先生誰ドラフト1位？第1位先頭希望選手広島東洋。ちょっと似てんだよな。草加。あ、草加君なんだ。アジア大学。このピッチャーかなと思います。この草加君もね、やっぱり先発でもいけますし、本当にアジア大学というのはクリクリ荒れる選手みたいなアジア好きですし、さらにね、大好きなフィールディングがめっちゃいいんですよ。森下君もフィールディングいいし、フィールディングのいい選手ってカープ好きなんですよ。でもカープも6大派ちゃん多いですね。野村、ね、森下、明治ライン、村田、明治好きですね。明治みんな好きですからね、結構。でも明治とアジアのピッチャーに比べたらアジアじゃないかなって。確かにいいですよ両方っていうのが僕1位なんで。高松さん、じゃあ私佐藤さんの1位いったとするじゃないですか。その2位っていいですか。2位。第2回選択希望選手広島東洋カープ。カープまで言わないけど広島東洋、広島東洋だから覚えてないですね広島東洋高太一、おー、高投手、これ大商大なんですけど広陵高校出身です。おららららら。まあ去年もね、長谷部海でね、トヨタから左取ってるからね、リリーブ1位だよ、2位、広陵、高校と大学であれですけど、じゃあ俺2位っていい。第2回選択希望選手広島東洋松田実投手、明治大学。明治に来ました。やっぱ明治好きやから。しかもね、オフの投げ込みで投げる体力がつき、中1日で救援登板をしたっていう。しかも走り込み、カープ好きやん、体力あるやん。明治どう？柳に似てる。中日って明治好きだよね。星野さんラインあるんちゃう？多いよね。村松も持ってますしね。もともとマスターもそうだし、柳投手も好きだし。野手はいると思う。俺もう本当1位本当に真鍋君いくんちゃうかっていう。ピッチャーも正直ね、栗でしょ、大瀬良、森下、あと黒原が投げたりとか、増田投手も出てきましたね。床田ね、遠藤で玉村とかもいるから、去年取った斎藤君でしょとかも出てくるっていうことを考えると結構いますね。リリーフも後ろが栗林、矢崎で、今年はターリーとか、大道も良くなってきたし、で松本ね、島内ね、松本今年ちょっとダメだったけどね、島内もいるから、で森浦、やっぱ野手やろ、ここは野手、1位野手ちょうどいいのいるし、で2位でピッチャーいけるやんっていう。いけますね。ピッチャーいっぱいいるからね。あと左のリリーフとか欲しいけどね。あ、でもあれですよ、高太一君はマルチなんでリリーフでもいけますよ。じゃあ2位ある、2位だね。2位本当ありますね。外野も欲しいんだよね。外野高卒ですか？大卒です。高卒パンチ系ない、外野ホームラン系ですね。ああ、じゃあもうこれやな。カープが好きそうなのいたわ。第4回戦と挑戦し広島東洋知花慎之介、外野手、沖縄尚学高校。どう？好きそうじゃない？好きそう。沖縄。スピードもあるし、パワフルだし。しかもこれ真鍋君と2人で取れたらいいやん。俺は島根の同じ中国地区だから。高野君。もうやっぱ同じ中国地区だからいいかなと思ってるんだけど。でも知花君とでもそっか。内野手だもんな、外野じゃないのか。ピッチャー去年取ってるからね、いっぱい。そいつらはやっぱ頑張らせなきゃいけないから。でもまあ大学生は取りたいよね、2位でね。あと欲しいポジションどこですか？でも末金とかも出てきたしね、外野ね。そうなんですよ。でまあ西川、秋山で、堂林もね良かったし、野間、大森、初樹とかね、ちょこちょこディアノで小園、結構でしょ。やっぱ高校生やな、高校生、野手も高校生の理由かな。まあいてもいいね、いてもいても高校生ね。ということでですね、いいの？ちょっといるんですよ。ちょっと右の内野手でいいね、おすすめしたいんですよね。左多いからね。多いんですよ。いいのいるんですよ。いいですか？この選手です。第50選択希望選手広島東洋桃崎葵、内野手、東海大熊本星翔。この子ね、もともとね、東海大相模にいたんですよ。相模で1年生から出てて、僕どっちかというとこっちの印象が強かったんです。で、噂でなんか消えたみたいな、いろんな揉め事があって学校が変わったみたいな。2年生の春に転入したんですけど、178センチ74キロ、肩も強くて足もこれ5秒8とで高校通算40発っていうところで、これね意外と評価高いんですよ。右の内野手というところで、出る内野手としては評価が高いんですよ。俺第60あるんだけど。第60いい？第6回選択希望選手広島東洋増田隼人投手、光高校、山口、いい中国地区。選抜出場しましたからね、光高校。しかも U18 代表校。しかも中国地区地元だしね。だから6位ぐらいの会で高校生。地元もあくやん。よくない？いい。6位ぐらいで。光高校ね、やっぱり珍しい学校ですから。取った年ですよね。そう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 。そしたらね、地域性もあるしね。で若いのはねいた方がいいし。何気に。お、いいですね。だから俺はもう本当1位だから真鍋君でこのタカ君の1位、この1位がいいな。いろんなことを考えてもで3位ぐらいにやっぱり大学社会人のピッチャーいるよな。1人ぐらい入れときたいよな。2位3で大学社会人でまた4位ぐらいで千葉なく行って余ってる？あんまりそれは大丈夫です。だから3位あれでいきましょう。名城大学のピッチャー岩井君、栗林系列で。おおいいねいいねいいねいい栗林系列ね。で4位で千葉君行って。5位で大崎君どうですか？あいいねいいね。で6位であれ行こう。まさく行こう。完成。完成。で最後に選択終了。どうします？これ振り返りやるじゃないですか。ドラフト前に何て言ってたかって言って全部こうメモするじゃないですか。人言いすぎて誰も当たってなかったんで全外れになりますよ。いやでもウェーバーは兼ね合いあるから、そう他の兼ね合いもあるから、そこの1位にじゃあ高卒の野手とかそういう言い方も一応残しておいた方がね。だから高校生の野手1位2位で大学社会人のピッチャーと高校生の野手。野手、はい。で、3位で、まあ、2位、だから1位、2位、3位で、高校生の内野手と、まあ、うん。で、ピッチャー2人か、だから4位までに、あとは高校生の外野とか、いた方がいいかなっていうね。で、下位でね、地元枠で。地元枠。なんかゆとりあるドラフトですね、結構。うん、そんな別にチーム力低くないからね。2軍もいい選手いますよ。だからそんななんかバタバタしなくてもね、地域性と若いのとっていいなと思う人取ればいいですね。そうそれだね。はい、それがいいね。どうする？全部当たってたらすごくないですよね。それはやばいです。それは里崎チャンネル見る目ありすぎるってなりますよ。里崎カープ謎のスカウト説あるからね。合ってますもんね、ある程度も。よくないなんかね。でも結構いい感じで選びましたよね。感じもね。しかも別にね、その順位的にもそんなそこまでなかなか余ってないようもないしね。私他の球団であんまり出てない名前が出てるんで。そういいよね。いいですね。多分今年はね、キャッチャーは絶対いらないと思うんだよ。去年も取ってるからね。はい。まあそういった面では、まあカープはね、そういうところだと思いますけども、カープファンの皆さんどう思いますか。さあ今日はドラフトロッテ編でございます。ロッテ。はい。まあね、まあ2位で終わったのか、まさかの4位に落ちたのかわかんないけども、今の時点では、まあもうショート勝ちは終わったでしょ。もう終わりました。ショート。でも、茶谷友杉藤岡がショートで。誰が出るかわかんない感じもある。三つどもえ。出場ガチャ。はい。今。まあさすがに取らへんやろ。今年は。もうそうですね。誰かで決めるでしょうね。うん。でもよ、もう今年俺してんねんとりあえず。お、ちょっとロッテ編なんで、これは信憑性ありますよ一番。いい。はい。第1回選択希望選手、千葉ロッテ、前田悠伍投手、大阪桐蔭高校。そこ行きますか。好きやねん。大阪が。うん。関西地区好きや大好きやねん。大好き。うん。藤原選手とか、で和歌山もめっちゃいるからね。吉井さん和歌山、ほら、そうですね。で高校生でピッチャー、もう斎藤佑樹、佐々木朗希と、左で次はちって大阪桐蔭、俺あると思うね。いきそうやろ。いきそう。ピッチャー、野手取った方がいいんだよ。野手取った方がいいですか。確実にだってもう打たれへんねんから。って言いながら、俺は前田行くと思うんだよ。ロッテの今一番足りないとこはどこですか？そうですね。その分析とかも長距離砲で長距離。長距離砲。もうホームラン打たれへん。ずっと言ってますね。絶対点取れへんねんから全然。もう打撃よ打撃。もう打撃よ。打撃。じゃあもうパンチ力打撃。パンチ力打撃。いやまさかの真鍋圭太。まさかの。まさかの。もうそしたらもう安田とかぶるからね、完全に。パワーヒッターで内野外野どっちがいいとかもなく、もう本当に打てる人って感じですか？とにかく打てるやつ言う、もう打てるやつどこでもいいから打てるやつでもうコンバートさそう。バッターはこれどうですか、明治大学の上田君。意外とだったらもう渡来君を1位でいっちゃうとか。でもね、ホームランじゃないんですよ彼の良さ。スピードスターはもう荻野とか高部とか今怪我してるけどね、いるから。長距離砲か。一人でもね知ってるんですよ、選手2位で取る選手はもうこの選手なんです。森田春人、履正社高校。履正社のこれ右のねサードの子なんですよ。これジャパンにも選ばれた子なんですけども、打てるスラッガーとしてホームランも結構打つんですよ。で彼はほとんど大学に行くって話だったんですけども、その評価が上がったことによってプロ仕事届け出して、高校の時はですね通算34甲子園の方なんて詰まって持っていってるんですよ。彼は履正社だし、ちょっと安田と争わしながら右のサードとしていいね、いいね、いいんじゃないですか。しかも高校通算まあ34本なんですけど、新チーム結成から28本打ってて、なんとアンダー18ワールドカップで4番です。なので勝負強い日本の4番ってキャッチフレーズ言ってますよ。俺ドラフトサインしてる、サインしてるんですか。第3回選択希望選手千葉ロッテ西舘昂太、専修大学。あ、西舘勇陽じゃなくて西舘昂太の方ですね。菊池からの西舘、菊池より上かって言われてる。同じ仙台でピッチャーもいるやん、行くんちゃうかって3位ぐらいで。僕ね、前田君が取れなかった時の1位知ってるんですよ。おお、誰？木村優斗、高校生ナンバーワン、霞ヶ浦高校なんですよ。ああ、霞ヶ浦ね、のピッチャー、代表にも選ばれてたんですよ。この子は将来性で言ったらナンバーワンじゃないかって言われてる。右ので、マックス150、身長185、体重80、今のところカーブ、カット、スプリット、ツーシームを投げるピッチャーなんですけども、力感のない方からピュンという球を投げる。吉井さん、育ててもらえませんかってお願いします。好きそうなんですよね。いいね。俺ドラフト6位してる。6位第5、6回選択希望選手千葉ロッテ宮崎和樹、外野手山梨学院大学。いい先生好き。日本代表です。で足速いから好きやん、ロッテ。アマチュア界で何て言われてるか知ってる？塩見2世。そうなの？それまあもっと早く聞いちゃったんですけど、あ、取れない。そんなにさ、もうちょっと上ですか？分かりますよ。なんで分かりみたいになるので、右の外野手欲しいんで足も使いたい球団だったら取ったんです。荻野の後があまり、これはもうロッテに隠し球も持っといて。じゃあ大卒ピッチャーいります？いや、それピッチャーいるよ。いりますよね、結構。じゃあこれプロ志望届け出しました、中央大学石田裕太郎投手。来たか。はい、沢村いるからね。はい、美馬投手もいます、中央。井上もいるから。はい、そう、中央結構ライン寄りますよ。で、高校が清成高校という静岡出身です。隠れた静岡出身でした。はい、出身はもしかしたらね静岡じゃないかもしれないんですけど、高校が清成高校、神奈川だ。そうかそうか。まあストレートがとにかく魅力的だと、キレがあるってね。なんか先生もめちゃめちゃいいって言ってましたね。中央大の子に実際聞いてきたんですよ。僕は西舘君を見に行ったんですけど、西舘君、勇陽君の方か、西舘君いいだろって言ったら、いやいや、佐々木さんのスタッフさんと、西舘君よりいいのは石田さんですよ。それもチームの子がいい。チームのこれなんでなんですかって聞いたときに、石田君はストレートの7歳9位がいいと。質はストレートの姿勢だったら石田さんで、変化球とかやったらやっぱり西舘君。へえ。でマックスほど速くないんですけども、9位っていう部分で僕は村上みたいなタイプに。あ、阪神の村上投手。俺でも前田を外した後のハズレ1位を知ってんねん。さっき先生もハズレ1位言ってましたよ。木村君、霞ヶ浦の木村君。俺もう一人、もうこっちもあるんちゃうかって。はい。教えてください。第1回選択希望選手早坂音投手、幕張総合高校。地元。もしくは2位で。はい。地元やしね、しかも。これ取らないって誰取るんやって話や。正直。そうですね。あともう一人いんねん。もういいですか。はい。平野大地。仙台松戸高校、これはまあ横山だから横山、仙台松戸ね、はいはいはい、ここは行かなきゃいけないやろと、やっぱロッテ的には早坂にもう一人だけいいのこれね、隠し玉なんですよ。ロッテの方々がドラフト見てて、もし取られた時に誰ってないようにこのチャンネルで予習しておいてほしいです。これね、アマチュア界の中では篠塚さんより守備うまいんですよ。そうだ、押本修也って思います。まだプロ仕事でいらっしゃる、もしかしたら大学に行っちゃうかもしれないですけど、内野の守備範囲は抜群に広い。足も使えてバッティング能力も非常に高い。これから伸びしろって考えると、彼は篠塚さんよりいいんじゃないか。ひそかにささがれてる、ささやかれてる。これマークしてたんです。そうだね、地元だしね。地元なんです。もう一回何行くんだっけ？押本修也。押本修也。調子いいでしょ。はいはい。トリッキーなところ行っていい？トリッキーなところ。盛岡大地、東州、能代松陽高校、商陽かな。商陽高校。能代商陽ですか？その子大学行くんじゃないかな。そうなん。いいですか？能代商陽です。商陽。はい、野球やめるって言ってました。そうなん、野球やめるつもりって言ったんです、高校で。そうなん、やめちゃいました。よかったですよ、も見たかったんですけどね。はい、やめるつもりですね。まあそれ人生だからね。はい、仕方ないけど。じゃあドラフトの順番としては、まず順番こだわるね。順番というか、1位ピッチャーでいくんですよね。うん、1位はもう前田君だから、もう前田君なんです。1位でもそこはいいです、前田君で。はい。で2位もピッチャーだから、ピッチャーでいく。2位もピッチャーね。石田君行ってほしいな。2位で選ばれるぐらいの逸材ですよね。いやでも俺早坂君行ってほしいんだけど、3位でいきましょう。じゃあ3位で。あとでも野手のね、でも今だと1、2、3ピッチャーですよ。いやいや、それはちょっと取りすぎやな。大砲宮崎君いいんじゃないですか。宮崎君いいね。じゃあ大砲系を2位とか3位で入れると。そうやな。上田君余ってる？2位ドラゴンの1位でいきそうです。いやもうそうなったら外国人で補う？いえ、一人インドいるんですよ。インド。伊勢のラオウっていうの。伊勢のラオウ好きやな。伊勢のラオウ好きなんですよ。あ、レオくんだっけ？レオくんね。伊勢のラオウ好きやな。90センチ、本当に魅力なんです。荒削りですけど、誰か。じゃあもう荒削りいい？これ西武が分かんないけど、もう西武終わっちゃったけどね。金田光大、西武大高校、いいっすよ。サードショート、パンチ系ある。履正社の森田君はサード、右のサードね。いやピッチャーと、じゃあ打てる人、長打力のある人が欲しいよね。いやいいドラフト5位、5位余ってるから分かんないけど。これ5位かよって言われてないから、そう本人が本人が小田島清流投手、取手商用から中央学院大学で日本通、右力投派。いや日本ハムこれあるんじゃん。日本ハムロッテの動画ですよ。言い忘れてたけど、日本ハム片山ライク LTT 東日本、北海道白樺学園から NTT 東日本入って3年目で、だから若いね、まだ北海道だから。でもまあ、いやピッチャーやろ1位は。ピッチャーですね。行くやろ前田君でしょうね、間違いなく。で2巡目に野手やな。野手長距離砲ね、ラオ伊勢のラオで3位にもう一回ピッチャー行って、大卒とか高卒でも、やっぱこの俺この幕張総合何位まで余ってんだろうな、入れたいね俺は。ロッテにどうしてもロッテに入れたいんや、この早坂君を。何位かな、早く取らんとね。いいからね、本当に前田君取れるか分かんないじゃないですか。そうだね、そこだね。だからそしたらもういい野手を1位でパンチ力いっちゃって、2位で早坂君もありますよ。あ、そうだね。上田君とか取っちゃったんですよ。前田君無理なら上田君も先取って、でもお前さっき上田君どっかが行っちゃってたら、もう上田君は分かって、やっぱ早坂君行きたいな。地元だからね、幕張総合。これはもう行くしかないっしょ。何位まで上がってるから駆け引きやな。そうですね、そこはね。その駆け引きが面白い。3までやってます。3だったらいいよ。3で3だったら、あとはなんかどっかが意地悪して、幕張やからロッテ取るから先取っちゃおうみたいな。マジやめて、ほんと。済々黌校の石田君は、まあ言うて、あれですから、別にロッテじゃなくても、いいところ行って活躍してほしいですから。早坂君がロッテ来たいかどうか俺は分からんけど、ロッテ行っちゃうかっていう。勝手に。どうする今見てて、いや、無事ロッテとかマジ無理だから。さあね、というところかな。だからまあ、今まで話題があった國學院、青学、東洋、ね、アジアとか、そういうとこは行かなそうだよね、どっちかっていうと。そうですね、俺は前田君行ったくしちゃうかと思うけどね、あとは専修大のね、西舘昂汰君ねとかね、感じかな。はい、あっ、これあるらしくて、これなんかちょっと気合いの入ったねえ交渉見解。あれを持ってきてよ、あれ作ってんですか。作ってるらしい。13回目にドラフトを、しかもすごいよ、これ仮想ドラフト2023里崎チャンネルって書いてる。すごい、ちゃんと、おっ、これいっぱい入ってて、こうやって入れて、じゃあ俺前田君ね、前田君、真中さんやりましょう。はい、真中さんやりましょう。じゃあ俺これするわ。お分けください。おい、ついてるマーク。えええ、あ、ロゴでした。あ、俺もロゴだった、これじゃん。おい、2人とも今、真中さんパターンだね。真中さん、ごめんなさい、ちょっと返信ってごめんなさい。これでやるから、はい、決めようと。これで仮想ドラマで12球団決めていくってことですか。そうそうそう、13回目にね、仮想で楽しんだから。はい、ということで、まあということでね、ロッテ、こんな感じだね。さあ、今日は DeNA ベイスターズですね。まあ2位になったのか、3位のままなのか、まさか4位に落ちたのかちょっと分かんないけども、一時ひょっとしたら優勝するかもねみたいな雰囲気あったけどね。交流戦良かったですからね。一気に打たなくなったからな、もう打てなきゃ負けるっていうのがちょっとボロいな、ちょっと打線的。あと宮崎がやっぱ結果勝ちだったのも痛かったね、全体的には。東投手はすごい良くてね、良かったね、もうタイトルだからね、最多勝ね、素晴らしいよね。じゃあその中で今年のドラフト DeNA どこ取るか。一番補充ですか。僕は右の先発投手ですね。ああ、いないもん、いないもんね、左が多いからっていうので。あと今永選手もし抜けるとかなると左取っておきたいな。でもだって小園とか取ってんじゃん、若い小園とか下って感じなんでね。そうなんですよ、今やったら大貫投手、バウアーさん、そうだね、バウアーも来年いるのかどうかね。そうなんですよ、そこら辺もあるしね。バウアー投手は結構チーム助けましたからね。でも抑えもいるよ。大体ベイスターズってさ、毎年そうなんだけど、山崎康晃が守護神から退いた途端ガタガタガタくるような。だから山崎がやっぱ1年間守護神で頑張ってもらわないと、名球会もあるしね、ピッチャーか高校生ぐらいの外野の次の世代に狙っていくやつとか欲しいよね。あとショートもね、森が怪我痛かったね。でも千野もポンポン打ったしな、4打席連続。あとちょっと層薄いな DeNA は、主軸は高いんだけど次に行く選手が小粒だったりもするから、そこら辺大粒欲しいよね。でも1位ピッチャーやな、これはピッチャーですね。これはピッチャーだね、やっぱり。よし、第1回選択希望選手 DeNA 竹内夏樹投手、國學院大学。やっぱり左や、やっぱり左や、やっぱり左ちゃうか、左王国、やっぱり右左関係ねえよ、やっぱり左。いや、私は結構常広くいくんじゃないかなという気もするんですよね。ありえるね。佐田さん、抑えも必要って言ったじゃないですか、後ろも。まあマルチなんで、右のこうもうローテーションでも入れるし、なんならもう新守護神。まあでもやさぎ投手も復活してほしいけどっていうところもありますけど、どこでもいけるんで、常広くんいきそうだなっていう感じもするんですよね。これドラフト2候補あんね。第2回選択希望選手。DeNA ベイスターズ藤隼人、平成国際大学、リリーフもできるから、パワーピッチャーだからいい感じで、しかも右、どう2位ではいけるそうな感じ。2位いけそうやんな。あとピッチャー以外はどこが必要ですか？ピッチャー以外、まあサードとかもいるけどね。ああ、まあ内野手ね、どこもできて。俺でも内野手持ってんね。第5回センター希望選手、DNA ベイスターズ田上優也、内野手日大藤沢高校、内野手なんですよね。で日大藤沢、神奈川じゃん、地元で。しかもですね、小学生の時にベイスターズジュニアに選出してます。はい、日大藤沢では1年の春からレギュラーだから5位とか下位で。お内野手だったらちょっといるのいるんですけど、誰ですか？相葉寛太選手という内野手で、いいね。右投げ右打ち、ヤマハなんですけど、静岡高校出身です。また DNA ってつながってるもんね。静岡の出身の社会人選手 DNA 結構送り込んでるんで、池谷投手もそうです。エージェントですか？自称で、守備範囲の広さがね、魅力の内野手なんですけど、U23のワールドカップでも活躍してて、俺ドラフト3位あんだけど、第3回選択希望選手 DNA ベイスターズ今泉壮太、法政大学。法政か。ショートサード、今の未来の牧。高卒サードはいらないですか？ここ欲しいね。ちょっと最近大学ばっかりだからね。確かにそうですね。一番にちょっと掘り込んでいいですか？第30センター希望選手横浜 DNA 杉山春樹投手、横浜高校。横浜高校のサードです。慶応と戦った時に負けた時に残念ながら負けてしまったエースです。1年生から下がると左腕147キロ。なんと言っても野球に対する姿勢がいい。インタビューで答える方とか、残念ながら慶応にああいう負け出してしまって悔しい思いしたんで、負けた時からずっと横浜ドラの時練習してるんです。ドラフトの広場って。ただね、ジャイアンツジュニアなんです。ああ、そうなんだ。横取りね、横取り。ありそうでしょ。それにちょっとね、ジャイアンツに注意しといて、この子は横浜に行ってくれ。じゃあ俺ちょっと会で当初送り込むベイスターズ大ホネラル選択希望選手 DNA 日向直樹投手、東海大菅生高校、右の大型大型ですと未来に向けて。結構量が高いですよね。結構体でかいからね。大柄なんですよ。何センチあるんですか？190。わお、いいですね。で105キロ。でかいからな。でかい。いいよな。回とかでもね。でもまあ全体的にはやっぱり内野手のやっぱ次の世代に向けての大型なのは絶対取った方がいいと思うね。高校生で。それとまあピッチャーだね。外野手いらないですか？外野手いるな。外野手いる。外野手もいいと。これはもう本当に地方大会から僕ずっと横浜に行ってほしいと思って見てた子なんですよ。で、これ今残念ながら取ってる時点でもプロの仕事だけ出してないんで、もしかしたら大学に行っちゃうかもしれないんですけど、第5回選択希望選手で山内君、東海大相模。この子は本当にね、ヒットメーカーです。どのコースもヒットなんですよ。お父さんが元太陽の打撃投手なんですよ。これで DNA つながりもある。プロ仕事だけで、まだこれからまだ出るからね、分かるんですよ。じゃあ俺も高校生送り込んでいい？大ホネラル選択希望選手尾形蓮、内野手横浜高校。おお、横浜高校。尾形君ね、来てました。この前東都の試合来てた。この見に来てたんですけど、これね、もうね、大学なんですよ。だって東都の試合見に来てる時点でもう大学やろ。尾形君大学な決定します。まあでもね、4年後楽しみだね。ピッチャーの子何君だっけ？杉山君。杉山君はプロ仕事の出してるんだね。早くプロの場に来たはずなので、ただ日光アレルギーのちょっとサングラスをなんかしなきゃいけないんですけど、それはカッコつけるとかそういうのじゃなくて、日光アレルギーってことだけは分かっておいてほしい。なるほど。でも俺何気に渡来もあると思うんだよね。DNA。もう即戦力として。エネオスだし、横浜。横浜ね。よく使ってるからね。何気に、だからまあでも1位ピッチャー右欲しいよな。右欲しいんだけど、右と見せかけて左行くからな。やっぱ左が好きみたいな。だから1位2位で右左のピッチャーかな。大ですね。で3位4位でやっぱ野手はいるよな。でもいいの野手取れるんだったら2位でも野手でもいいけどね。2位で野手取りたいんだったら1人です。上田西高校の横山です。この子は本当にセンス抜群ですね。大型ショートなんですけど、ピッチャー確かに150キロあるんですよ。ええ、今宮だ。他も強いんですよ。左打ち、大型ショート。もう一回何君だっけ？横山。横山君。これはあるスカウトで物勝ちをって言ってるんです。へえ。まあ僕上位でって言ってるんですけど。しかもショートとサードもできるみたいなんで。ピッチャーいいですね。うん。あ、横山君いいじゃないですか。いいね。上位で。じゃあ3位で平成国際と藤君にしとく？いけると思います。はい。これはいきます。無理だったら木村君でもいいです。平成国際いっぱい来ちゃいい。もう一人ね、ちょっとね、これね、人がいいようにいいの？誰？桐蔭横浜大学の古謝君っていう左ピッチャーなんですよ。ああ、古謝君ね。はいはいはい。このピッチャーの向きかなと思うんですよね。本当に今永君みたいなタイプの左で、いいもの持ってますよ。球はめちゃめちゃ速いですよ。地元っ子だね。はい、完成度高い左ピッチャーです。うん。辻本凛太郎は森の都のファンタジスタいる。それ私の推しなんです。ちょっと。そうなの。はい。ちょっともう他のチームでショート欲しいとこないですか。あるかもね。代表ですよ。いいっすよ。はい。でもすごい小柄なんです。168センチ、68キロっていう結構こうね。でも去年も今年も日本代表入ってますし、小柄ながら守備力もいいし、長打力も。DNA いいんじゃん。走力いるやん。はいはいはい。ないからな、チームとして。DNA いいんじゃん。辻本君じゃいい。DNA にね、隠し玉なんですよ。いいっすか。これね、本当に言いたくなかったんですよ。これ乗ってないです。そのみんなで僕だけ見ててもらって。なんで、これね、ミキハウスっていう社会人チームなんですよ。渡辺君って子がいるんですよ。出身がね、神奈川大学。僕は去年のこの動画で神奈川大学のピッチャーがいいですよって言ってたの。その見に行ってる時から本当に良かったんですよ。今年年対抗見に行ったんですよ。ショートで。抜群の動きしてたんですよ。センス抜群、肩めっちゃ強い。ただジャイアンツジュニアなんですよ。そうなんですよ。これほんとね、どの多分調査を見ても多分分からないですけど、本当にね、ちっちゃくて足が速く選手、渡辺康生と思ってますよ。ぜひどっかショートもなんかいい人いるんでしょ。二遊間守れるんですよ。サンさんこれ聞いてたからどの順番で。ピッチャー野手ピッチャーやな。野手。ピッチャー即戦ピッチャー行って高校生の野手行って、でもう一回即戦ピッチャー行ってからの回どう行くからね。1位誰ですか？竹内君だ。竹内君か。左。でも右の可能性も捨てきれんから。右も捨てきれんからな。やっぱり右おらへんからな。上茶谷だもんだけだもんね。最近で言うと。上茶谷東洋大でしょ。右の東洋、左の東洋で細く組みしちゃう。私は常広君。今年いいピッチャーが多いって意味で常広君で競合してくじいって外れてもいい人いるよっていう。あと俺は藤君を押したいね。入れたい。DNA にちょっと入れたい。入れたいねちょっと。もうちゃう。藤君は大宮東だよ。ピッチャー。ピッチャーのね。平成国際のピッチャー。野手はこの日大藤沢はこの子よ。どこ行ったっけ？田上君。田上君。入れたい。ベイスターズジュニア。入れたいね。はい。まあこれはもう13回目に決めるわ。はい。そうですね。20分までね。20分まで。はい。さあ今日はドラフト戦略。ソフトバンクホークス。はい。ね。ソフトバンクはですね、まあもうピッチャーやな、確実に1巡目はもうしかも即戦力な、もうやっぱ今年見ててもピッチャーおらへんもんな、先発のこの走らないもんね、毎日一緒大体。今有原投手が2桁いくかもっていうぐらいになりましたね。一番安定してるかもしれない。6月ぐらいから合流して。でもね、どっちかっていうとベテランの域入ってきてるから、若い息のいいのがいなかったら今後もね、ホークスっていうところであれだし、はい、ホークスの、まあこの俺が仕入れた情報なんだけども、はい、150キロ以上全員投げろっていうらしくて、まあ、俺の取材によると、まあ、本人に聞いてないから分かんないけど、はい、森ですら森、150キロ投げろって言われてたらしくて、いや無理やもう一軍に上がるのが150キロ投げるのが目安みたいな。さすがに和田投手には言わないですよね。それはもう実績あるからね。はい、だから今の下の人たちよ。和田も1軍だから。2軍とか3軍にいるピッチャーたちは全員150キロ投げる。それが1軍に行くノルマみたいな。だから多分大竹が阪神で優勝した後のビールかけかなんかでか優勝会見かなんかで言ってたことがあって、それが阪神っていうチームはフォアボール出すなと、制球重視だと、ストライクしっかり取れっていう。のをずっとやり続けてたから、うん、自分に合ってましたって言ってた、だからやりやすかったですって、うん、俺はそれを知ってたから、うん、それ合わせると、うん、だから多分大竹にも150キロ投げろって言ってた可能性あるね。そこはクリアできないから1軍に上がれないっていう。だから俺はね、はい、そこの方針転換が必要やと思う、正直。その育成するやだって、はい、だから分かんないよ、俺だったら1軍の試合見てたら、だから球は速いけど、うん、ストライク入らへんやつがいっぱいいるんちゃうかっていうで、結局困っていくっていう。だからそこをちょっとね、はい、チームの方針をちょっと変えていかないと、はい、そのスピードだけじゃないから、うん、そのまあ、スピードって分かりやすいからあれだけど、うん、それはもう素人目線だから、うん、もうちょっと球質とか、うん、緩急とか、はい、っていうのを見直していかないと、うん、ちょっと投手陣がどんどん劣化していく、もしくはいい投手いるのに、うん、そこのノルマ設定があることによって潰れる可能性がある、うん、もしくは見出せない可能性もあるから、はい、まあそこの修正は必要なんちゃうかっていう、うん、ところはなんか取材とか聞いてみたりしたりしたところで思うし、はい、まあ今年だとモイネロが途中からいなくなったっていうところも痛いかもわかんないけども、モイネロ一人いたからってなんか大きく情勢が変わるような感じもしないし、うん、まあでもオスナ投手入ってきましたしね。でももう最近勢いないぞこの終盤普通に少し打たれてもんな、ちょ危ないもんね若干、まあ補強はしましたけどね。で野手もなんか同じような選手しかおらへんやん、途中からやけど川瀬、三森、周東、柳町、生見、上林みたいな、なんか右投げ左打ちばっかりみたいな同じ、しかも同じようなタイプで、で右は野村、勇、野村、大樹、大樹、増田、正木、佐藤、若干こじんまりしてるやつしかおらへんやんまだ突き抜けた人がいないですからね。いや、この個人、その体格がこじんまりしたやつしかおらへんし、はい、ピッチャーは150キロ目指して野手はこじんまりみたいな感じになってるから、うん、そこら辺もどうなんやっていうところもあるけども、全体的にはもう 1000% ピッチャーの先発の即戦力だから、うん、これを一歩間違ったら3人ぐらいいくぞ、うん、上位から。でも野手もいるよな、だからマッチとかみたいなサードおらへんし、まあ、栗原怪我してリチャードももうボールしか振らへんしな、うん、おらへんもんな、後釜もおらんしな、後に来るのがそのね野村2人とか。あと川瀬とかだもんね、外野もだからもうギータとかおらんくなったらもう終わるもんな。でも1話はピッチャーやな、はい、俺もうソフトバンクが取りそうなのもう知ってんねん。俺私はもう決めてます。僕も知ってます。知ってんだ、はい、第1回戦希望選手ソフトバンクホークス細野晴希投手東洋大学。やっぱり球速いのが好きやから、うん、確実に、うん、俺はもうこう行くんちゃうかっていう、はい、1位で即戦力、しかも球速い、うん、左、うん、好き大好きで先生は僕も細野君かなと思ったんですけど、うん、常広君かなと思っちゃうんですよね、うん、青山学院大学の、うん、っていうのはもうこれはもう95歳大学出身っていうところと、うん、結構ね見てたらマルチなんですよね、その常廣君、先発もできるし、中でもいけるし、トートのリーグ戦の時も中で最後まで締めてやってたっていうのもあるし、欲しいのは先発よ、どっちでも効くんですよ、っていうのと155キロ、コンスタントにやっぱ出てたし、荒れないっていうか、球が荒れないのは、僕は常廣君かなと思うので、常廣君じゃないかなと、細野君が常廣君がどっちかだと思うんですけど、俺は何気にね、このね、草加君、これもいいよ、アジア、東浜からの、大好き。2位とかで残ってたら、残ってる？残らないですね。でもソフトバンク今回中旬、2巡目も上ば中旬ぐらい、うん、1位で消える？1位で僕はもう申し訳ないですけど、単独もしくは外れ1位ぐらいのソスターです、うん、もう実際見てきましたもん、うん、神宮まで行って、うん、スカウトの熱の入りようは、うん、これは消えると思う。もう1巡目で消える、はい、どこの球団かはね、まだ他の動画見てもらえたら分かると思うんですけど、あとは、いや何気に上武大の進藤とか取りそうやな、キャッチャー、何気にドラ1、ドラ1じゃないよ、3位ぐらいで、3位ぐらい、何気にキャッチャーいきそうじゃない、他のキャッチャー陣どうすんのってなるんですね。いやだからこっからのだから現役ドラフトとか乗るかもわかんないよね。そういうことですよね。でもまあ渡辺陸とか谷川原とかはコンバートいけるから、まあ確かにバッティングですからね、外野にねっていうところを考えたら、もう思い切って長距離ホームランやん、はい、だから谷川原ともう渡辺陸を完全コンバートさせて、はい、でキャッチャー取ってくるっていう線あるからね。えそれ多分打てるキャッチャー欲しいですか？うん、打てるキャッチャー。そりゃそうやろ。いんの一人いるんですよ。これやっぱりね、もう即戦力ですよこれ。これね、西濃雲流の白の子、あれ見てください、白の子、社会人のキャッチャーですよ。白の子、はい。これね、ジャパンのキャッチャーなんですよ、社会人。スイング鋭い強肩捕手。はい。これも強豪かなと思ってるんですけど。守備型って書いてるけど。バッティングはいいですよ。そうなの。まあ先生直接見に行ってるからね。これはいいですよ。2試合をまたいで5打席連続ホームラン記録だった。5打席連発なんですよ。でもこれ進藤君、関東甲信学生リーグで通算打率3割3分9厘。ねえ、進藤君も見たんですよ、実際。頭が動くんですよ。すごいピッチャー方向に。ちょっと気になったんです。でも先生がそんなに押すんだったら3位4位まで残ってないかもしれない。残ってないかも。キャッチャーがもっと欲しいっていうチームがあったら、多分こういうなんかこう雑誌とかよりもっと多分ね情報って更新されてってるだろう。大学だったらもちろん進藤君ともう一人キャッチャーがいるんですけど、流通経済大学のキャッチャーと社会人だったら萩原君ね。はい。これ左バッターなんですよ。で右やったら進藤です。でもキャッチャーを今すぐめちゃくちゃ欲しい球団って多分ないんだよね。もう強いて言ったらもう楽天だね。確かにね。でハムはいらないじゃん。巨人もいらへんやろ。DNA もいらんやで、中日もいらんやろで、ロッテもいらんやで、阪神もいらんやで、オリックスもいらんやで、広島もいらんやだ。ソフトバンクがいい。ソフトバンクぐらいですか、楽天。あ他はもう若いのもいるからね。あと補強してるし、そのいの一番いるかって言った時に、まあ中日は高校生でも1人ぐらい取っといた方がいいと思うんで、少ないからね、キャッチャーの数が。でも多分キャッチャーそんな上位で取っとこうってなくない？楽天とソフトバンクぐらいだろ。そしたら3位ぐらいでいくかもっていうぐらいの選手ってことですね。そうですね。どっちかに多分じゃあ今度が見られてると思う。消えちゃうんですね。白。でも野手もいるよな、大型。広瀬君とか。ああ。慶応ね。結構その好きじゃないですか。うんうん。慶応結構いるね。応募したいですけどね、村田レオン君。伊勢のラオウ。伊勢のラオウね。伊勢のラオウしたい、これは。そうであれば。そういう系のちょっとパンチある大型の人が。サード。今年のドラフトやっぱり野手少ないっていうのもありますよね。あ、じゃあこれいこう。鹿児島城西高校の明瀬良介。九州だから。いいっすよ。サード練習。入ってからポジション変えるっていうのも全然みんなしますもんね。栗原だってね、キャッチャーですから。だからまあ1位2位はもうピッチャーやな、もう即戦の、特に先発で123ピッチャーも俺はありえると思うけど、ひょっとしたらキャッチャー取るかもしれないね。あとはこの残ってる4位とかまで白のですか？うん、違う、伊勢のラオウか明瀬君残ってる？いや明瀬君はこれはね、もう残ってない。4位とか3位残ってない。もう2位で僕は行かれるんじゃないかなと。そうなの。くらい評価高いですよ。へえ、あ、そうなんだ。伊勢のラオウは。伊勢のラオウは4位行ける。頑張ってます。サード行けたらさくら君でもいいからな。だって3塁でほんまに打つんだったら本当この川野君、前のところで出しましたけど、小倉高校の村上2世、小倉さん53番です。もともとキャッチャーで今ずっとサードやってます。左バッターで。おいしょ。九州出身でいいね。でこのその3人いこう。その3人のうち1人、まあ相手もいることやからな、ドラフトは。でもその3人は誰と誰と誰のことでしたっけ？明瀬、さくら君、それと村上2世でしょ。村上2世パンチ系、パンチ力ある系。これをまあピッチャー外国人でもどうにかなるからな、最悪補強で。だからじゃあ1位ピッチャー2位いく、そいつらいきましょう。パンチ力ある系野手を2位に取ってで3位にもう一回ピッチャーいこうか。で4位でキャッチャー、それかな。若いピッチャーいらないですか？若いを育てようみたいなピッチャー。育てなきゃいけない若いやついっぱいいるよ。はい、風間とか。いや、私はもう地元応援枠なんで、ソフトバンクに入れたい。はい、私古川学園の今野一成君っていういるんですけど、ソフトバンクの評価満たしてます。150キロ投げます。高卒で153キロマックス。高卒で今このぐらいなんで、まだまだ体鍛えていったら絶対そのソフトバンクの150キロっていうところは行ってくると思うんですよ。でも小柄で170センチ83キロなんですけど、すごく馬力があるタイプらしいんですね。で全然注目されてなかったんですけど、日本ウェルネス宮城の大内君っていうプロ注目のピッチャーがいて、夏の大会でその子と対戦したことによって今野君がいいピッチングしてスカウトが結構また注目してるらしいんですけど、西武の渡辺 GM とかも馬力があっていいピッチャーだって、好きな投手は平良海馬投手らしいんですよ。じゃあ西武に取っといた方がよかったんじゃん。西武の動画終わっちゃったし、プロ志望届出したばっかなんですよ。出すの分かんなかったんで。そうだ、その情報が少ないですよ。出す出さないが。私たちこの動画撮るの早すぎるんですよ。いやいや、だってもう撮らないと、もうだってもう出してるからね。どんどん。まあそうなんですよ。間に合わないから。プロ志望届が出たんで、じゃあいけ、だから西武に本当はちょっと押したかったんですよね。西武ね。西武ってもうソフトバンクの回だけど西武で。そうですね。平良投手が好きらしいんで。いい、はい、そこだね。だからまあ、ピッチャー、内野手、高校生、ピッチャー、キャッチャーか、はい、ここの要因はピッチャーと大型内野手と、キャッチャーは俺は取っといた方がいいと思うんだよね、正直ソフトバンクは。ソフトバンクって育成、毎年結構取るじゃないですか、なんか去年、先生が育成とかでももう超隠し玉みたいなの当てたりするじゃないですか、そういう人いないんですか？千賀クラス、千賀クラスいいの？千賀クラス、でも育成って言ったら叩かれそうなんですよ。育成なんかそんなの失礼やん、支配から取れって言われそうなんですよ。ああ、なるほど。そんなんいいの？いいのがいいんですよ。お、じゃあ育成じゃないかもしれないけども隠し玉的な。そうですね、隠し玉で、僕がちょっとひそかにちょっと注目してるのは聖カタリナ高校ってあるんですけど、オリックスで正直言おうと思うんですけど、河内君っていうんですよね。この子は素材はものすごいものなんですよ。じゃあオリックスの時もう一回言うで、オリックスかなと、いやオリックスも取りに行くんじゃないかなと思ってるんですけど、大阪出身の子なんで、オリックスか阪神かなんかがその辺でちょっと近いで取りに行くんじゃないかなっていうところと、身長180があって、まだまだやっぱこう体がやっぱできてこなきゃいけないんですけども、マックスな150キロと、支配下でもし無理な場合は、隠し玉で戦後クラス、間違いなく、懐かしいで、なんか戦後クラスが来るんじゃないかな。まあでもね、ソフトバンクはでもそこだね。でもやっぱ応援してあげたい人、応援してる人をね、こうやって言っていきたいですよね。動画見てくれるかもしれないし。あと最後にね、13回目に仮想ドラフトやるんでね。それでね、誰がどこのチームに入るか、だから2巡目までやろうか。仮想ドラフトね、ウェーバーで。2巡目までやろう。2巡目までですか。はい。だからぜひね、そこを見てもらいたいと思いますけども、ソフトバンクはそんな感じかな。でも絶対やっぱ即戦力ピッチャーだね。はい。ということで。ホークスファンの皆さんどう思いますか？さあ、ドラフト戦略オリックスさあ、3連覇ですよ。はい、3連覇したオリックス、数字見てもチームの成績はチーム打率、チーム防御率全部飛び抜けていいんだけども、でもそんな固定されてないんだよね。野手とかもね、そんなびっくりするぐらい正直固定して戦ったの、怪我もあったからいなくなったけど、守り、若月、紅林、宗、頓宮、中川、これぐらいやろ、野手はね。あとは結構流動的に、セカンドもね、最後、足立とか出てきたけど、義郎とかもそうだし、茶野ね、杉本すら一・二軍入れ替えもあったしね、あと野口ね、っていうところもあるけども、で、ピッチャーがね、山本がもうメジャー移籍するでしょうと。でしょうね。あとこちらのアマチュア担当が、山崎幸也 FA するかもしれない問題言ってくるから。あ、FA 取ったんですか？ FA すると思います。あ、そうですか。すると思います。そう、他球団の評価を聞きたい言うんじゃないかな。まあもちろん自分の球団に居場所はね、なんかあってもね、他から年俸も上がるし、そうなんです、聞いてみたいですよね。あとはね、250セーブ名球会入り平野ね、もうベテランになってきてるからね、外の後釜もいるやろうっていうところで、里崎見つけました。ドラフト1位、こちらからいきます。里崎のオリックスドラフト1位戦略、第1回選択希望選手オリックスバファローズ上田球人。おお、すごい来ました。内野手明治大学。ああ、野手でいきます。じゃあまあ一通り聞きましょう。じゃあファン代表、ファン代表決めました。もう私はもう基本の願望なんで、ファン代表だから。そうですね。第1回選択希望選手、オリックスバファローズ。ちょっと順番がまだ慣れへんの？慣れない。オリックスバファローズ、下村海斗、青学投手、青山学院大学だからな。青学っつったらもう全部略してるから下村君。はい、じゃあまあまあ、はい全員聞いてから話し合おう。第1選択希望選手、ちょっと似てるんだよな、前田悠伍、大阪桐蔭高校。みんななんか違う感じでいきましたね。じゃあ俺からいい？ピッチャー確かに山本も抜けるし、山崎幸也もひょっとしたら FA でいなくなるかもしれへんっていうねところがあるから、まあピッチャーかなって思ったんだけども、これもずっとこのドラフトで言ってるようにピッチャーいっぱいいるのよ。いっぱいいるからね、ここはあえての野手っていうところで、まあ山本が抜けても今年、まあ東もねいいところ出てきたし、曽谷もね来年は多分ローテーション入ってくるのかじゃないのかと。あと木の木がねリハビリでどこまで頑張れるのかっていうところもあるし、でまあ外国人も取ってくる可能性もあるから、まあなんとか補えるんちゃうかと。ってなった時に野手もいいんだけど、やっぱ流動的だからまたしっかり吉田正尚みたいな核なる選手をまた見つけたいっていうところで、上田君行っての俺外れ1位もちゃんと用意してるから。はい、おー外れ1位、外れ1位、そんな言い方しません。せえへん外れ1位せえへん。はい、東恩納蒼、沖縄小学高校が外れ1位。やばいです。東恩納なんですね。もともと大学に進学するっていう話で、どっかの回でも言ったと思うんですよ、それは。でもそれがね、コロッと変わって最近になって出したんですよ。プロ志望届けを。宮城もいるし、ここもし外れたら前田君もいいんだけど外れないじゃん、そう誰もないから、外れたら東恩納君で、1位はちょっと野手補強をしようかなっていう。でまあ宗はね今サードゴールデングラブも取ってるけども、まあどこでも胸は回れるからで、もあるしねっていうところでも俺はいいんちゃうかっていう。おお、なるほど。じゃあ先生。はい、そうですね、僕は過去見てても育成で中田君っていうのが大阪桐蔭出身を取ってるの、あと池田で澤田、今ロッテに行っちゃってますけども、過去やっぱり大阪桐蔭好き説あるんですよ。滋賀県出身は滋賀県近畿地区出身で、大阪桐蔭地元のスターを1位で大阪と市民一体になって育てていけるっていうところから、前田君行くんじゃなくて高卒ピッチャー結構育つじゃないですか、オリックスって。そう、みんな確かにね若いところから出てきます。森も来てるしね、遠い。そうなんですよ。そういうことで環境的にもいいし、さらに前田君って本当に国際大会ですごい活躍してもう優勝ね導いたんで、前田君しかないんじゃないかなって逆に、もう地元枠じゃないですけどぐらい思ってます。まあ私は後輩を推したいっていう気持ちがまず第一にはありますけど、やっぱり山本由伸投手が抜けて、先発の柱の右ピッチャーが抜けると、山崎幸也投手も分かんないけど、そんな中ででもやっぱその出てきた人たちで山本投手の分を補えるかっていうところで、やっぱり即戦力で使えそうなピッチャーが1人大卒でいたらいいなっていうところで、右の今先ほど先発の即戦力って言われましたけど、僕はもうちゃんと来年1枚いるんですよ。育成の佐伯君が必ず上がってくるので、彼が絶対6勝ぐらい押すなお前なので大丈夫なんですよ。東君みたいな感じで。阪神の佐伯じゃないよね、オリックスの方だよね。最近の後輩もまたいいんですよ、来年ドラマなんですけど。オリックスすごいですよ、東投手もだってポッて出てきてあんだけね負けなくて、育成からですからね本当に。だからあとね、2以降で言うとキャッチャー取った方がいいと思うんだよね。それなんでかっていうと、もう頓宮多分キャッチャーやれへんと思うね。だからキャッチャー取ると人数少ないね、全体的に。だから下位でもいいからキャッチャーは取った方が俺はいいと思うんだよね。それは年代的にはどこだったりますか？年代はどこでもいいんだけど、この関大の有馬君、関大だからっていうのもあるし、ここも滋賀、あらセット前田君と滋賀で、もしくは堀君、報徳学園、報徳ね、もういいと思うんだよ。俺はね。で上武大の進藤君はソフトバンクあるんちゃうかっていう。なんでですか？彼しかいないから。で福岡出身だから筑陽学園から上武大学っていうのもあるかなと思うんで、まあ、有馬君かこの堀君あたりのキャッチャーはやっぱ人数的にもちょっと足りひんから、うんうん、俺は1枚入れててもいいんちゃうかなっていうところはあるんだよね。あ、ちょっと外野にはちょっと大砲系がいないんだよね。伊勢のラオウです。伊勢のラオウ。あ、レオン君、村田レオン君ね。名前覚えてる。おすね。それかもうこの広陵の小林君。出してないねまだね。うん、出してほしい。鹿児島のラオウもいるよ。鹿児島にもラオウいるんですか？うん、妙勢。ああ、鹿児島のラオウもいるよ。鹿児島のラオウ。広島のラオウもいる。お、真鍋君。いやもう残ってないやん。これ今3位以下ぐらいの話してるから絶対残ってへんやん。これかあれですね、大阪のラオウ、履正社の森田君とか、この子もパワーあるしね。そうやな。まあでも1位にピッチャーと野手1人ずつぐらいかね。でキャッチャーは下位でもいいから、まあ34位ぐらいでキャッチャー1人取っときたいけどね、正直。でまあ森コンバートっていうのもあるからね。もうライトとキャッチャー併用みたいな。だから若月も出な、だからキャッチャーいる。そうですね。で森はまあキャッチャーも出るし、若月が出るときはライトとかねっていうところ。あの打撃使わないのはもったいないからね。若月が出るときに、あと DH だけってなるとね、外国人バッターも含めて起用がちょっと偏っちゃうから、そういった面では森のライトもやりやと思うね。そしたらまあ外野埋まるんだけどね。でも大砲系欲しいよね。ちょっと全体的にね、内野も含めて大砲系がね、やっぱいないのよ。全員なんかちょっとアベレージ的な感じで、まあ外国人で埋めれればいいんだけども、大砲系は取っといた方がいいから。慶応の広瀬君どうですか？慶応の広瀬君。ああ。新妻君パワーあんの？鍛え抜いたパワーが武器って書いてある。あ、キャッチャーで打てるキャッチャーっていう感じですね、新妻君は。それかもう伊原君行こうか、ミキハウス。大阪。高校から日体大、外野、右。あと何気に渡来もオリックスフィットしそうでいいんだよね。2位残ってないから。残ってないんじゃないですか。しかもオリックス最後の方やからな。だから1位ピッチャー前田君行って、2位渡来もめっちゃいいんだよね、余ってたらね。でもね、何気に京都翔英の小笠原君もいいらしいですよ。パワーがあって、まあこれ愛知県の子なんですけど、意外と評価が高いです。そうなんだ。高卒が29発ですね。ピッチャーと二刀流って言われてるんですけど、ピッチャーとしても最速144キロと、でファーストメインで守る左バッターで180センチ、96キロと大柄で、なかなかねパワーがあるみたいなんですよ。へー。ピッチャーかな、野手か。中継ぎで即戦力いらないですか？いんの？独立リーグから4位ぐらいどうかなと思って。4位早いね。シーマ君ってこと。徳島インディゴソックス、また今年もインディゴソックス、独立界のドクター K って言われてるぐらい球がなぜ速いで、まあ僕は中継ぎだと思うんですけど、最速が159、160キロ近いスピードボール投げるので、オリックスぴったりからタイム的にね、中継ぎでシーバ君を切ってほしいなと。俺中継ぎ系いいの言う。古屋敷拓セガサミ。パワー系だから。私もじゃあおすすめのピッチャーいいですか？オリックス結構福祉大好きじゃないですか、東北福祉大。好きで。ムクノキ投手とかもそうだし、後藤亮樹投手とか。で地区としても出身三重なんですよ。この秋のリーグ戦で29イニング無失点。そうだ。じゃあもう中日じゃん、三重だから。あれ？三重ってどこでしたっけ？三重東海地区だから。ちょっともうちょっとこっちじゃないですか。いやもうこっちだから。近畿じゃないから三重は。三重は東海か。中日か。もう今三重って聞いた瞬間にもうそれはなんで中日で出してこなかったんやと思ったけど。伊勢のラオウで一緒じゃないですか。もうあそっか。ママ福祉大好きなんで。後藤亮樹君。秋の東北のそのリーグで最優秀投手を取ってるんですよ。私いいと思います。右ピッチャー。じゃあもう中日かな。あと東北高校からハッブス大輝、ダルビッシュ2世って言われてるんですよ。秋県。危険。いや、なんとか2世って言われてるうちは本当ダメなんだよ。なるかも。下町のダルビッシュとか暴走のダルビッシュとかめっちゃあったからだよ。はい、東北高校っていうのはまあまあね、先輩だからね。そう、ハーフってアメリカと日本のハーフなんですけど、でもすごいスカウトの方とかもプロ注目って言われてるんですけど、なんかまだまだ完成はされてないけど素質みたいなものはすごく見えるっていう評価を受けてるんですね。多分育成とかでもあるんじゃんの可能性も多分取られても下位だと思うんですけど、だからオリックスって若いピッチャー5球って上がってくることあるんで、私育ててほしいなと思いますね。イケメンです。俺はドラフト4位探してきました。4位ピンポイント。4位いい。誰ですか？武田優投手、三菱重工ウエスト。なんでですか？履正社から明治で三菱で、まあちょっとね、即戦力系で4位ぐらいでどうですかっていう、面白いんちゃうかなっていうね、はい、ところあるけど、だからまあ野手行くのかピッチャー行くのか注目やな。1位はそうですね、どっちでもありえるけど、1位2位はピッチャー野手どっちかで、4位までにキャッチャー1人は俺は取っといた方がいいかなっていうところはあるけどもね。最後もう一度だけちょっと悔しいんですけど、育成ならの1位、育成1位ピンポイントやなお前。まだ怒られるかもしれないですけど、これ中京学院大学に赤塚君っていう投手がいるんですよ。もうこれ彼も高校の時から僕好きで、身長も195センチ、112キロ、彼なんせストイックなんですよ。で中京学院大学っていうことで代表の候補にも2年生の時に入っていて、マックス153キロ、見た感じまだまだ荒削りかなっていうところで、育成でちょっとやっぱ育ってもらって、でまあ3年後とか4年後に今の東君みたいな立場に来てもらえないかなと。でさらにこのね、オリックスにはゲンっていうね子がいるんですよ。彼とも一級違いで中京って時代やってるんですよ、高校でね。だから環境的にもいいし、彼のストイックとかを考えると育成で1位でどうですかと。オリックスは育成から結構すぐ上がるチャンスってありますかね。茶野選手もそうだったし。まあということでね、まあオリックスというところでね、本番ねどうなってるでしょうか。さあ最終回ドラフト戦略、阪神タイガー戦優勝おめでとう。さあこれちゃんとやんないと阪神ファンが怒ってくるよ。分かってねえなっつって。コメント欄でもさ、よく見るのがさ、全然分かってない人もいるけどさ、賛成っていう人もいいんで、どういうこと？ファンによってもやっぱ考え違うじゃないですか。個人の見解だからさ、批判し合うのやめよう。そうですね。これも全員の意見を楽しむ場だから、人がどうのかより俺はこう思うの方がいいと思うよ。そうですね。なんか見ててはちょっとおかしいね。全然分かってないとか、試合見てないとか、2軍知らなすぎとかっていう意見も、まあそれはそれでいいと思うけど、言ってる通りとか、そのままの案でいこうとかもあるやん。どっちが正しいみたいな。そしたらそういう方は、今2軍はこういう状況なので僕はこう思いますとかね、それがいいよね。そしたらこっちもあ、そういう意見もあるねってなりますもんね。そう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 、マウンティング取るコーナーじゃないからね、そもそもね。あと先生の声が小さすぎっていうのもある。言い訳してしまうんですけど、マイクの性能が良すぎてこっから前しか拾わないんです。あ、マイクはこっちもいるからね。なので僕どん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 こっちに前にこっち。あ、そうなんだ。はい。マイクつけてとかね、なんかどういうことをそんなあれ聞きたいと思われてんのかな。あ、そうじゃないですか。でもいい線いってるとかある？気持ちいいコメントありましたよ。そんな。はい。1割ぐらい？1割もあった？1割やね。でも1割もあったら上等やな。そうですよ。まあね、前置き長かったら怒られるから。そうですね。はい。じゃあ阪神。阪神ドラフト1位。俺2パターン。補強ポイント先にいいですか？補強ポイント？はい。補強ポイントはでもまあどこもいるっちゃいるね。そんな別にね、去年のドラフトでも言ったけども、現勢力で勝てると思ってるドラフトで、いい感じでって言ってね、で若い選手たちも取ってるし、若いのは絶対ここが欲しいみたいのがないってことですか？特にね、去年みたいに外野も絶対取った方がいいなとかっていうのは正直ないよね。でも唯一言えるのは、北条と山本を戦力外になったから、内野はいるかなっていう。2軍も試合しなきゃいけないからね。内野は数しっかり埋めなきゃいけないから補強した方がいいかなっていうね。どこかでじゃあ取るだろう、取るっていうところもあるしね、ピッチャーもいるからね、じゃあまあ1位をどこに行くかという。そうだねってなってきた時にやっぱこうね、上昇軍団で連覇していかなきゃいけないからね、2005年も6年勝てなかったからね、タイガースはね。そういった意味では考えから2通りあります。じゃあ1パターン目、ドラフト1位高校生の場合、第1回センター希望選手阪神タイガース木村優斗投手霞ヶ浦高校、はい、この高校生の中では結構特に右ね、はい、左とかだったんだけど、右でいうと結構もうトップクラスの評価があると思うから、そんな今すぐ困ってるわけじゃないから、はい、そういった意味ではその将来性を厚くするために高校生の右腕っていうのは結構まあいいんじゃないのかなっていう、はい、で2パターン目、大学生、はい、第1回センター希望選手阪神西舘勇陽投手中央大学、中央の、パワーピッチャー系で、ね、はい、全体的にピッチャーちゃうかっていう、はい、野手も、去年森下取ってるしね、はい、で若いのもいるから、1位でまた野手はないんちゃうかっていうところでピッチャーです。はい、じゃあ私、はい、第1回選択希望選手阪神タイガース前田悠伍投手大阪桐蔭高校。合ってました、今。じゃあ自信なく言うなって思って。地元関西から、もう地元の大阪から、去年やっぱり高校ナンバーワン野手って言われた浅野君行ってくじ負けたじゃないですか、やっぱ高校ナンバーワンピッチャーって言われてる、左ピッチャーですけど、行ってまた岡田さんくじのリベンジしに来るんじゃないかと、くじ引きのナンバーワン取ろうっていう。今やっぱそんなに困ってないじゃないですか、チーム的にも。だからやっぱ高校生でいいところをこうくじで行きに行こうっていう。で、前田君です。じゃあ先生。僕はじゃあ先発表しますね。はい、第1回センター希望選手阪神常広隼人投手青山学院大学。ここで青学行きますか。はい、というのはですね、今年1年間見てるときにやっぱ岡田さんの考え方、多分ディフェンスなんですよね、守備からっていうところと、やっぱり浜地が、投手がですね、今年やっぱり怪我となってあったり、岩佐投手が途中で離脱したってところで、右の中継ぎがちょっと手薄になった部分がいっぱいあったんですよ。現状、馬場投手、それから外国人、石投手ですよね。って考えた時に右の中継ぎの即戦力がちょっと薄いんじゃないかなっていうところで、中でも投げれる即戦力系、でもし中が埋まった時に前に回せる即戦力系って考えたら、このマルチの適応性が非常に一番高いと思うんですよ、ナンバーワンでいうところ。常廣君を僕、岡田さんは取りに行くと間違いないと思ってます。それぐらい自信あるんです。どうでしょうか。大学生右ではナンバーワンピッチャーってね言われてますからね。くじ引きかな。くじじゃないですか、やっぱ。僕は思いました。でもどこもね、好きなの取ればいいよね。まあそうですね、阪神はもうここが足りないとかもないしね。じゃあ俺タイガースおすすめ言っていい？三井健介大阪ガス、大阪ガスから野手です。はい、大阪桐蔭から立教大学で、大阪ガスで外野です。しかも結構長距離砲、左。1年目から指名打線出場しベストナインで、ドラフト解禁の時に指名漏れ、3年目、今年だから、じゃあラストチャンスぐらいの感じで。でも守備がどこまでできるかだね。 DH になってるから、最後ちょっと名前挙げてあげようっていうね、いい選手が。そうですね。続いて、じゃあいい、また阪神おすすめ、伊豆口優太 LTT 西日本、桐蔭から青山学院で LTT 西日本です。内野手です。はい、じゃあおすすめまだいます？じゃあおすすめいいですか。もう最後だからね。はい、そうなんですよ。出し惜しみしないでね、言っていきたいんですよ。だって阪神は誰取ってもいいから、だからもういろんな今まで出てない人もやっぱ出してあげよう。はい、じゃあ右ピッチャーというところで北畑玲央君東北福祉大学からで、出身も奈良、地区大丈夫ですよね。はい、奈良出身です。で、春のリーグ戦、東北六大学ので最多の4勝してて、ベストナイン最優秀投手に選ばれてまして、で本当にスカウトの方も言ってましたけど、三振が取れるピッチャーという感じですね。でもう絶対にプロに入るっていうプロへの思いはめちゃめちゃ強いピッチャーなんで、これは阪神でいけると思います。あと、内野いるって言ってたじゃないですか。私は育英から山田修也君、高校生でいいですよね。全然。今ショートって言ったら中野選手とかその辺ってあれじゃないですか。もうちょっと年齢上になってきてるじゃないですか。だから山田君若いところで侍にも選ばれて侍でねスタメン立ちましたし。いいと思います。また端正な顔立ちで、はい、いいと思います。僕は阪神長継ぎで飯野がいるんです。今年 WBC で沸かしたのは大谷ですよね。独立の大谷さんらしいです。大谷光投手っていうのがいるんですよ。それ名字が一緒だからってこと？そうです。あ、そういうことで、さらにこの子高校が小松大谷なんですよ。2つの大谷を持ってるんですよ。で、今ね。最速で間違った計測とも言われてるんですけど159、160キロ近くが出てる右の本格派で、やっぱり常時アベレージの平均値も高いので、このピッチャーは阪神面白いんじゃないかなと。やっぱ大谷ね。大谷でもね、全部いるからね、若いバックアップたちもね。今年はじゃああれですかね、若い高校生がこう、でもまあね、いいと思うけどね、俺は高校生でも。だから余裕ドラフトですね。伊勢のラオウとかいいんじゃない。だから伊勢のラオウね、そういうところにね、可能性を。あと鹿児島のおいどんね、おいどんだったんですか、妙世とかね。それこそ履正社の森田君とかね。だからまあ内野は取った方がいいんだよ、やっぱりやめさせてるからね。ちょっとカイドおすすめしたい選手いるんですけど、青森大学の庄司君、185センチ90キロの左腕なんですけど、これひょっとしたら大化けするかもしれないですよ。で、タイプ的に言うと岩崎投手とか日本ハムにいた吉川光雄さんみたいな投手になるんじゃないかなとぐらいこう伸びしろをすごい感じる投手で、4年の秋からエースになって4勝1敗36回で38個の3勝を取ってると。で、防御率 1.75 を青森で、なんと木浪選手、青森出身ですよね。なのでそこで青森同士ということで、これまだやりやすい環境かなと。これ阪神の会で取ってほしいなっていう。庄司君ね。じゃあ俺独立から見つけてきたいいの。サイドスロースリークォーター気味。それいいですね。松原海。こちらも富山サンダーバーズ。サイドスローから。最速156キロ、でスライダーカット進化、で今季リリーフ30回以上投げて防御率 0.89、でしかも中日2軍戦になど NPB との試合6試合投げて9回自責点0、すごい2失点のみ。よくない NPB ってやってるんですか。あります。これ松原君、松原君こうあるよ。阪神サイドスローいいんじゃん。阪神のサイドスロー言われます。いいっすね。一人いるんですよ、サイドスロー。名城大学のこの松本君、もしかしたら2位ぐらいで取られるかもしれないですけど、僕外れ1位でもいいぐらいかなと思ってるんですけど、サイドでやっぱり球が速くて、元ドラゴンズの山口さんの教えで大成長したのサイド。サイドで言ったらちょっと楽天の時に言ったんですけど、川和田君もね、もしねお二人が言った方がもういなかったらちょっとサイド取っとこうって時には川和田裕太君も仙台大の。あと徳島インディオソックス白川君ね、最速154右投げ。いいって書いてる。大事だよ。徳島推しだから。俺徳島推しだから。静岡推しでしょ。静岡宮城なんで。俺も徳島推したいピッチャーいたのよ。徳島商業の森君。でもプロ行かないのよ。志望届出してないのよ。社会人行くらしいのよ。だからあげれないじゃん。あとね宮沢君、155キロ、徳島インディゴソックス。いいって書いてる。いいって書いてある。徳島から。あと大島君ね。この3人遅。徳島から。静岡はやっぱ花松開成館の近藤君、そして新妻君、キャッチャーの鈴木京君とか菊川、あと佐山空君。静岡そんなに多くないんだよな今年。そのぐらいかな。あ、でも静大のラオウでしたっけ？静大のそうそうラオウ。ゴジラだ。ゴジラ。だからもしさ一巡目さ誰か行くと思うね。どれかは今言ったやつ。外すパターンあるじゃん。外れ1位誰いくやろな、もし外したら。奥田さん外すやん。はい、外したら誰いくやろな。先生常広くん行って外してっていう。で、僕は松本くん名城大学の外してサイド外して木村優斗単独ないっしょ。外して早坂音でかいよ。でかいね。外して東恩納はあるね。沖縄ピッチャーかな、外しても。野手だと誰かな、外した場合。いや、私は前田君外したら、もし余ってたら下村君とか行ってほしいな。外したら野手になっちゃう。野手でも絶対いるとこあるかな。そうなったらもう内野かね、やめさせてるしね。このポジションが絶対欲しいっていうのがないんだったら、もう評価の高い順にいくじゃないですか、ランキング順で。でも外野はいてもいいけどね、小谷とかいっちゃう。ああ、近本2世で、それこそやるかもしれんな。渡来君でも普通に1位のどっか選びそうですけどね、イメージ的には。まあ誰行くかだね。もう阪神はね、もう誰行ってももういいよ。いるもん、なんか年齢構成もいいし、チームの若手もいるし、レギュラーもカチッとしてるし、次出ていく人間もピッチャーもそうだけど、いいのもいっぱいいるから、誰取ってもいいよね。このドラフトで来年以降の戦力が大きく変わることってそんなないと思う。最後に言っていいですか。6代のミニの中でナンバーワンにいいなと思ってピッチャーなんですよ。誰？もしかしたら負けるんじゃないかと思って。先生の目ではってことね。僕の目だから楽しみにしてほしいです。東京6代。来年再来年。これ明治大学の石原君なんですよ。これ選抜として僕使ってほしい。彼広島出身で広陵。4年生。4年なんです。じゃあもう広島じゃん。そうかもしれないですけど、制球力がなんせいい。スタンドからこう見てる時のこう伸び、ベースの上でパンとこう強い感じがすごいしたので。これはやっぱり阪神って言ったら伊藤正史投手とかがいますから、しかも岡田さん制球重視やしな。パワーピッチャーじゃないんだよね。フォアボール出さない制球重視のピッチャーが多分好みだろうから、だから剛腕タイプじゃないんだろうね、多分行くのはね。ちゃんとチェンジアップを左投げで外に投げるチェンジアップもあって、インコースでストレートが投げてくる。この明治大学の石原君は何気に面白いんじゃないかなと思うんですよ。どこの球団でもいいんですよ。まあ、やっぱり技巧派行くのかな。行くですか。制球力ね、やっぱフォアボール狙っていって相手に出さないだからね。はい。だからね、球速いけどコントロールあんまりっていうピッチャーいかないかもわかんないね。1位で言うとね。そうですよね。わあ、楽しみですね。そうだね。はい。はい。ということで、終わり。明日。はい。仮想ドラフト佐々木チャンネル版、ちゃんとくじ引きもして、今までねやってきた中で。全員で考えて、誰行くかを精査して発表します。はい、ぜひお楽しみに。はい。